ですけれども、今日の話はいつものこの講習会の、ページありますけど、この MottoDB のこっちの方ですねの、まあ、今日の2日目の最初の方ですね。実際シーケンサーから得られたデータの使い方ということでお話します。で、ですね、でこれをクリックしていただくと資料に行けると思うんですけど、これ開けましたかね。あ、さっきのページがわからないかでしょうかね。開けました、これ、このページ。まあ、開いてないって人はいますか。大丈夫ですか。はい、じゃあ、で、この話はですね、まあ、その通りなんですけれども、まあ、最近、こう、シーケンサーっていうのが、非常に高性能になってというか、ものすごくたくさん出ると。ただお金1回にやるコストは高いんですけれども、非常にたくさんの塩基配列が出てくるということで、そういうシーケンサーのことを次世代シーケンサー、もしくは NGS ネクストジェネレーションシーケンサーと、それの頭文字で NGS って言うんですけど、そのデータがいっぱいあるんですけれども、それもですね、皆さん、研究して出してくるんですが、それをどう使うかと、でどんなものがあるのかとか、そういうのを知ろうということで、ここの、講習の枠が作られたんだと思います。私はどちらかというと、これこういうのをやってくださいってことでやるという時に、いつもなら1時間半の枠だったのに、ここだけ3時間やってくださいということで、ちょっと、3時間やる内容がにいけるのか、ちょっと自分的にもちょっとわからないんですが、ちょっと皆さん一緒にやってみたいと思います。ただ3時間ずっとやると皆さんも僕もへたるので、途中で1回休み入れようと思ってますので、ご安心ください。で、次世代シーケンサーが得られたデータの使い方で、資料これずっとあるんですけど、概要って書いてある通り、見ての通り使い方に主眼を置いてお話したいと思います。で、次世代シーケンサーのデータっていうのは、それこそ本当に塩基配列のデータですから、昨日見たようなウイルスのゲノムにあったみたいな ATGC の羅列がザーッとあるわけですね。でそういうものがそういうシーケンサーから出てきて、そのデータどう使いますかっていう話なんですけれども、ここにある通り、まずは NGS のデータの扱い方とその解釈の仕方ですねを、お話して、ほとんどこれになると思うんですけど、最後の方でそういうデータを皆さんが解釈する、生物学的な解釈をするために、まずはその統計的な解析をするんですけれども、その統計解析で一番やはりこの NGS 時代にというか使われているのはこの R という言語なんですけど、 R という統計解析環境ですね、言語というよりはこの統計解析環境と呼びたいと思います。どちらかというと人間がに見えるようにその可視化というところにだいぶ主眼を置いたその R の関数というか、プログラム、 R の中で動くプログラムが多いので、それを使う実例をちょっと実例でやってみようということなんですけれども、実はその R というのは、統計解析の環境だと言ってるんですけれども、実際にはほとんどこの生命科学、医学生物学関係の解析にすごく特化してて、その R の中でもバイオ用になっているものっていうのがこのバイオコンダクターという、ここに書いてますけど、これですね、バイオコンダクターというものをがあります。もうほとんどこれは R スラッシュバールバイオコンダクターってよく呼ぶんですけれども、R の中の拡張の一つだと思って、プラグインなんですけども、ほとんど実は R を作っている人とバイオコンダクターを作っている人がほとんど同一人物が同じグループなので、同じようなところでやっているので、ものすごくもうバイオコンダクターのやつを使うために R を使っているような印象を受けると思うし、基本もその R の話をするというよりはバイオコンダクターの話になると思うんですけど、そういうもののちょっと、使い方的なことを触りだけやります。で、細かいものに関しては全部参考資料とかがありますので、それ書いてますので、そちらをよく見ていただけるといいかなというふうに思ってます。バイオコンダクターというのはあれですね、セミコンダクターで半導体になるのと一緒のように、そういうバイオのコンダクターですねっていう、ちょっと造語でやられてるもんです。R だけだとなかなか検索にヒットしないので、
でも最近では Google 検索で R ってやったら多分統計解析言語の R が1位に出てくると思うんですが、昔はすごいこれなかなか探しにくかった。でバイコンダクターって言葉ができてだいぶ探しやすくなったっていう経緯があります。それでですね、今日話するのでじゃあ NGS 全部わかるかというと全然そんなことありません。触りだけです、本当に。でその NGS の、 その配列データですね、そのものを料理する、直接その解析ですね、コンピューターに解析させることっていうのはもちろん皆さん今の前にあるパソコンでもなんとかできるんですけれども、どちらかというとそのもっとごっついサーバーでやることが多いです。でなんでかというと、まあこれからおいおいお話していってわかると思うんですけれども、まあデータ量多いと、で使うメモリーも多いと、使うストレージも非常に多いということで、なんですね。でなんですが、最近はその皆さんでパソコンで使うの中でもこの Windows のパソコンじゃなくて Mac ですね、 MacOS10 の方がだいぶ高性能になってきたんで、ちょっとすいません、また取ってくるの忘れました。これを持ってこよう思ってたのに、すいません、ごめんなさい。ここに置きっぱなしにして、これですね、Mac の、で解析を全部できるようにしましたというのを、まあ売りにして本を出したんですけども、これがそうですね、ドライ解析標本っていうこれなんですけど、それの中に一応そのここに書いてる NGS の配列データを直接解析する方法っていうのは個別には書いてますので、まあそこの書いてあることっていうのは直接今日は、やりません。でなんでやらないかというと、それやるだけでもう2日ぐらい、今回 の, 講習会の月ぐらいがその RNA の配列の解析ぐらいで必要になるんですよ。なのでちょっと今日は、やりませんけれども、その触りの部分をお話します。触りと それから出て計算した結果の後をどうするかという部分をお話します。でですね、今日はちょっと最初の方は話ばっかりになってしまうと思うんですけれども、まあでもできる限り講習を入れてやろうと思います。で今日お話しする話は、こんな感じになってて、まあ、機能の復習と、で、まあ、すでに皆さん目の前にあるものは、この辺の R のプログラムはすでにインストールされてますので、安心してください。でまず機能の復習やって、NGS データ解析の概要をお話しして、その後に、よく用いられる NGS の応用の話をいたします。でその後に、NGS の配列の配列として公共 の, データベースになっているシーケンスリードアーカイブですね、 SRA というやつですけど、それのお話をしたいと思います。で最後に R バイオコンダクターで NGS データ解析というのをちょっと、実際をやってみようと思います。それでですね、まずはちょっとお話というか機能の復習から始めたいと思います。あ、そっか、その前に NGS 関係でまあ、こんな話知ってるからもうそんなんより NG の話してくれよという人は、こっちをまあ見ていただくといいんですけれども、 NGS のそのもののお話今日はあんまりしないんですけれども、はより普段からそういう NGS のシーケンサー回している、実際に使っている人たちがこういう講習会で昔話してます。例えば今年度やったのだと、弘前大でやった清水敦さんが話したものとか、あと、これ鳥取大だったかな、鳥取大で話した鈴木さんという方がお話されているものが、これも、リンクは全部これ統合テレビで、昨日この、小野が言ってた DOI ですね、デジタルオブジェクトアイデンティファイアというので統合テレビがサイトされているんですけれども、これクリックするとそこに統合テレビにジャンプするようになってますから、それを、まあの方を、まあ、NGS そのものに関しては今日聞いて何言ってたのかよく分からなかったなと思うと、そっちの NGS のそのものに関してはこちらを見てください。で、今日お話しするのはその後の NGS で配列を読んで、その得たデータをシーケンスデータをどう解釈するかというデータ解析のお話しするんですけれども、そのデータ解析に関してはこの、まあ、本この下の方ですね、緑の方はこっちの下の方ですけれども、あともう一つ私自身が書いた昨日の箕輪の方の話の最後にあった新着論文レビューっていうのをやってるっていうのと、あと領域融合レビューをやってるっていうのを聞いたと思うんですけど、新着論文レビューは、まあ、
論文をネイチャーとかサイエンスとかそういうところに出された方、論文を出された方に書いてもらうんですけれども、実際にこういう新しい分野でのこう解析とか解説記事を書いて新着論文レビューのように公開しているものがこの領域融合レビューっていうものなんですけれども、それにですねデータ NGS のデータ解析に関して私が半年ぐらい前に書いたのがあるので、そちらも参考にしてください。ここで出てくる図はこの今日の話にいっぱい使いますので、基本的にはその図の行まさに行間を埋めるようなことが書いてあります。でこれに関しては誰でも自由に、読めますし、ここをクリックしたらその全文が読めます。はい、なってますので、これも参考にしてください。それでですね、もしその今のパソコンには R が最初から、R とバイコンダクターが最初からインストールされてるんですけれども、自分のところでやりたいっていう方は、R のインストールの仕方とか、なんか実際には、NGS の以前にはこれはマイクロアレイの解析に使われたんですけれども、その関係の動画、使い方動画がいっぱい実は統合テレビにあって、例えばこんなのがありますよという感じです。はい、ぜひこれも、参考にしてください。で、R は実はしょっちゅうバージョンが上がります。ですので、できる限りその使う時の最新版でインストールし直して使うようにしてください。そうじゃないと多分R 本体は動いてもその先の、バイコンダクターの関数とかいうようなプログラムが多分動かないと思いますので。できる限りその最新のものを使うようにしてください。はい、ちょっと前置き長くなったんですけど、ちょっと機能の復習からやろうと思います。で、昨日何やったかというと、ゲノムブラウザやりました。で、ゲノムブラウザでいろいろ自分の必要なアノテーションを検索してきて足しますよって話をしたんですけど、昨日はキャンサーとかいう例をで、やったんですが、今日はちょっともう一回ちょっと別の例でやってみたいと思います。で、このゲノムブラウザー開いてみましょう。で、これはここをまた同じようにタブでとか新しいウィンドウで開いていただいてですね、こういうのが出てきました。でトラックハブってどうやるんでしたっけ。マイデータの中からトラックハブを選ぶんでしたね。トラックハブをやってみようと思うので、こういうふうに今やってます。で、多分こんな画面が出てくると思うんですけど、すでになんかコネクトされてて、ディスコネクトで出るのもあるかもしれない、皆さんの環境次第であるかもしれないんですが、こういう画面で必要なデータのものが検索できると、しつこいですけど、ぜひ大事なことなので2回言いましたってやつですね。はい、で、ここでじゃあ例として皆さんで一緒に探そうと思うのは、僕もずっと一番最初から関わっているこのファントムっていうプロジェクトがあって、これはマウスの機能アノテーションでもともと始めたファンクションアノテーションマウスっていうので始めた理化学研究所のプロジェクトで、今はノンコーディング RNA とかそういうのの解析、機能解析するプロジェクトになってますけど、それがいっぱいデータを出しているので、それのトラックがあるのかなって、あるんですけど、探してみたいと思います。これファントムと打って、で、サーチパブリックハブズってやってみるとありますよね。出てきましたかね、皆さん。はい、2つ出てきたんですけど、これを見て分かる通り、このファントムの、トラックハブは2つあって、ここの書いてある通りアッセンブリー、昨日も言ったんですけど、アッセンブリーにはいろいろバージョンがあると。で、HG19 のものが多いって言ったんですけど、このファントムの、アッセンブリーはご丁寧なことに両方に対応して、HG19 古い方の人で、これ HG38 今の最新の人の、リファレンスゲノムなんですけど、それに対応してるし、マウスも MM9 と MM10 両方に対応してますよというふうに、書いてあります。そういうアッセンブリーっていうのもあったねっていうのをまた思い出してくださいね。これも大事なんです。NGS 解析するのにもこれ大事で必要なんです。なんでかっていうと、なんでかっていうのは後で話しますが、もうここでちょっと答えだけ言っとくと、基本的には NGS 読んだ配列はもう全て今まで知られているゲノムにマップして、どこにあったかっていうので集計するからです。はい、また後で言います、それは。で、せっかくなんでこれ1個コネクトしようということで、上の方
ですかね、やってみましょうか。まあどっちでもいいんですよ。でちょっと待つとこの元の画面に戻って、まあどっかの領域をここで検索してくれてもいいんですけれども、まあ昨日からずっと皮膚1やってるんで、まあ皮膚1やりましょうか。何でもいいです、自分の好きな遺伝子でやってください。でもまあこれよいしょでね、これはい、これでいいです。はい、これ出ました。そうすると一番上に出てるのがこのファントム関係のやつで、これはですね、でファントムでじゃあ何が分かるんやって話なんですけど、これ転写開始点が分かるんですね。でいっぱい読んでるから、その転写開始点だったっていうのと判定したってところが、このヒストグラムでこう上に出るんですね。上に出るっていうか、まあヒストグラムが高い値が出ると。でまあ皆さんが知ってる遺伝子ほどこうかっちりと出てないんですね。ちょっとこれじゃあズームアウト 1.5 倍ぐらいしてみましょうかね。そうするとよくわかると思うんですけれども、ここの転写開始点と思われるところに、やっぱりこうヒストグラムが上にブワーッと立っていると。それ以外にも、各エクソンのところにもこう転写開始点だったというふうな、これ掲示のタグがついてるんですけれども、まあこの掲示という実験手法の、まあ、特性は5プライム側にこうを、まあ、やって出すっていう技術なんで、まあ、それが必ずしも転写開始点かというと、まあ、ちょっと怪しいところもあるかもしれないんですけれども、まあ、ここはまあ間違いないだろうと思うので、もっとここをじゃあ拡大してみたいねっていうことになると思います。そういう時にじゃあゲノムブラザー機能は言わなかったんですけれども、この画像をドラッグ&ドロップするとどういうことが起きますかって話なんですけど、これはこういうふうにすると動くんですね、こうやって。でその動いた範囲で見れると、こうここにしたら、それをこの転写開始点のところを真ん中に持ってくると、こうやって動かせるんです。これドラッグ&ドロップするとこう動かせるというのを、まあちょっと今日は復習で覚えて帰ってほしいです。それとあと今度、領域をね指定するんですけれども、シフトキーを押しながら、今シフトを押します。シフトを押しながら この四角長方形を書きますね。書くんです、こうやって。まあ長方形書かなくても、シフトを押しながら1個クリックして右の方にちょっとマウスを動かして、でこれでマウスを離すと、開放するとここでいいですかって、ズームインですかって聞いてくるんですけど、ズームインなんですね。そうすると、まあ、ズームインされるという当たり前のことですけど、でさっきはなんかこのボタンでやったらいいよって言ったんですけれども、これで任意のところができる。例えばもう一回、もっとじゃあこの皮膚1のこの転写開始点のこの部分が見たいので、もう一回これでシフトを押しながらクリックして右にマウスずらして、この辺で開放。そうするとズームインですかって聞くんで、ズームインだよって。そうするとこの転写開始点のところら辺のこの掲示のタグのカウント数だ、その場所での掲示のタグが何個あったかと、これはだから転写開始点とにほぼ相当すると言われてるんですけれども、まあ、こんなふうにここから始まってるんですけど、この周りは結構転写開始点としてこう測定された値がいっぱい出てると。だからすごくこれが感度が良かったらここだけに立つのかもしれないんですけれども、実際には実験なんで、まあ、周りにこうちょっとずつずれがあって、こんな感じでこの辺がまあ転写開始点として正しいでしょうみたいなのをまあサポートするデータがこうやって得られてるんですね。まあ、こういうようなまあものが見られて、こんだけ拡大していくとゲノムブラウザーも面白くて、ここですね、見ていただくと分かるんですけど、人、マウス、ドッグとかで塩基配列までこう出てくるんですよ。これこうやってガーッと、すごい便利でしょ、見てて面白いでしょ。まあ、そういうようなことが、まあできるというのが、まあ、昨日やったやつです。でこれなんでこんなんでまたここで同じこと言うねんっていうかもしれないですけど、これ大変大事なことだからです。でゲノムブラウザーを使うっていうのが、その NGS のデータを使うと非常に多くなります。だからです。はい、で今見たこのファントムのデータだったんですけど、実はこれも NGS のなんですね。 NGS の結果から得られたやつですね。これも理化学研究所の方のイルミナのハイセック2500だったかな、そこは2000だったかな、とにかくそのNGS のデータが、配列のデータがザーッとあって、それを向こうの、まあ、情報処理というか、まあ、そういうデータ解析をする人たちがなんかプログラムを組んで、
14番染色体のこの位置には数字、ヒストグラムの数字が20とかこれ10とかこういうふうなのをずっと記述していって、それそういうデータを作ったのをここで見えるようにしていると、そういう、まあ、処理をしてしたものを使っているのであって、これも二次的ではありますけれども NGS のデータなんですね。だからこれももう NGS のデータの利用の一つであると言えると思います。こういう、まあ、データをうまく使えばまずはいいと思います。塩基配列 その生のデータを解析できないと NGS のデータが使えないんじゃなくて、すでにもうこの、UCSC のゲノムブラウザー上には NGS のデータを加工した二次データがいっぱいあると。それをうまく使えばNGS のデータを使ったことになると、まあ、でもそれは、まあ、もちろん誰かがすでに実験で出して公開しているデータではもちろんあるんですけれども、自分たちのデータを、まあ、解析するっていうわけではないですが、その自分たちのデータも何らかの手法でそれと同じように加工すればこういうふうに見えるというふうに、まあ、なっているというふうに思ってください。すいません、いろいろくどいですけど、もう実は本題に入ってるんですって言いたいんです。で、まあ、これも立派な NGS データ解析ですと。じゃあこんなデータどうやって作るんですかという話なんですけど、これに関しては詳細を言い出すとものすごく大変なので概要を話します。ですので、まあ、概要を見て、あ、そういう感じでやるんだなと。で、細かいことに関してはまあ、こういう本を読むなり専門家に、聞いてみてください。専門家と一緒にやってみてください。はい、じゃあちょっとこの辺までで何か質問ありますか。まあないんですね、昨日のあれやからきっと。はい、じゃあちょっと、先進みましょう。それで、NGS データ解析の概要というものをお話しします。で、概要はこんな感じです。で、これ先ほど言った領域融合レビューの中の図です。で、次世代シーケンサーから読んだデータは、いろいろな種類の次世代シーケンサーがあります。まあ、今一番よく使われているのはイルミナのハイセックとかマイセックとか、で最近ごく最近出たミニセックとかあるんですけど、あとネクセックか、去年出た、そういういろいろイルミナ社が出しているシーケンサーである。他にもっと長読みが特徴になっているパシフィックバイオサイエンス社といって、まあ、日本だと富デジタルバイオリーが売っているパックバイオと呼ばれるシーケンサーは次世代シーケンサーですけど、イルミナなんかに比べるとずっとずっと長い配列が読める、まあ、平均10キロぐらいですかね、読めるというふうな、10キロというのは、まあ、1万ベースねぐらい読めるというものです。イルミナのやつに関してはだいたい長くても300ベースぐらいですね、まあ、200ぐらいですかね、だいたい、まあ、それぐらいの配列が読めて、それが従来の、サンガー法によるシーケンサーよりも短いから、かつてはショートリードとかという言い方をしてたんですね。でも今は、まあ、ショートでもなくなったので、なんで変わったかというと、まあ、だいぶ長くなったからということです。で、200でも長いんですね。昔はそれが36とかそんな非常に短い配列しか読めなかったんですね。でもそれがどん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 イルミナ社のやつが改善してきて、そんなぐらい読めるんですけど、まあ、そういうものです。あとそれ以外にも次世代シーケンサーっていうのは別の会社も作ってて、いろいろあります。ここは多くは、まあ、イルミナ社のやつなんですけれども、いろいろありますが、共通してアウトプットする出てくる配列フォーマットとして、このファスト Q っていうのがあります。まあ、これ最後Q ね、ファースト Q っていうフォーマットになるんですけど、それは各社一緒です。必ずこのファースト Q っていうので、出てきます。はい、別のフォーマットを持ってるんですけど、このファースト Q に変換してみんな同じ塩基配列のデータとして見れるようになってます。で、でそのファスト Q って配列フォーマットのものを何か料理するんですけれども、まあ、医学関係で人とかマウスをターゲットにする方はほとんどこのマッピングしかしません。簡単に言うと、言ったようにリファレンスのゲノム配列にこの読んだ配列をですね、どこだったかっていうのをこう当てはめていくんですね。マッピングっていうのは日本語で言うと写像になると思うんですけど、それをどんどん写像していくんですね。で、大体どっかに当てはまるんです。大体って言っても9割ぐらい当てはまるんですけれども、当てはまらなかったやつは何でかっていうと、多分自分の読んだサンプルと元々のリファレンスゲノムの配列で違う人だからちゃうかったとか、まあコンタミであるとか大腸菌のコンタミであるとかいろいろ考えられるんですけど、基本的にはそうやって
ファスト級配列で読んだものをマッピングする。これに関しては DNA でも RNA でも一緒です。あの DNA の場合はその、その違いをリファレンス配列との違いを見るという意味の、解析に多形解析ですね、バリアントの解析なんかになるし、 RNA の場合はどっかにマッピングして、そのある遺伝子に何個マッピングされたかっていうので遺伝子の発現量の定量になります。そういう解析をやります。それがだいたいざっくり言ってて、このアセンブルっていう方が書いてるのは、アセンブルっていうのは、こうつなぎ合わせて、つなぎ合わせるっていう意味なんですけれども、人とかマウスとかじゃなくて、もう今まで読んだこともないような生物の、配列をつなぎ合わせて、その、読んだことない未知の生物のゲノム配列が困難だったとか、未知の生物の、遺伝子配列がどうだったかというので、このアセンブルって使います。ゲノムだけじゃなくて、トランスクリプトームですね、実際に出てきたそのメッセンジャー RNA 全体に関して、アッセンブル、つなぎ合わせて、その生物種には遺伝子何個ぐらいあるかとか、でどういう、遺伝子があったかとか、そういう解析をするのが、今の、次世代シーケンサーのざっくりした流れです。はい。で、この流れなんですが、実際自分のデータだけで解析している場合はそれなんですが、実際には多分自分のデータ以外に、公共のデータベースですね、すでにそういう自分たちで読んで、それを、公共のデータアーカイブに、登録して、それを引っ張ってきて使うってこともあると思います。で、公共のデータベースに、登録するときはこのファスト Q で登録するんですけれども、ファスト Q 配列っていうのはこれ全然普通のテキストファイルなんですね。ワードとかのフォーマットじゃなくて、本当の、プレインテキストなんです。なのでそれだけ登録すると非常にでかいファイルになってしまいます。どれぐらいでかいかって後で話しますが、1個、数ギガから数十ギガの1個ですよそれぐらいになります。それが複数個、もちろん実験ですからコントロールとサンプルがあるわけですよね。その最低2つあると、もしくは、サンプルだけっていう場合も、もちろんこういう場合は実は出てくるんですけれども、1個のファイルがそういう数ギガとか数十ギガあるんですね。で、そういうのででかいからっていうので、こっちどんどん登録されていって、ハードディスク、公共データベースの方がパンクしそうになっております。今どれぐらいその SRA の、配列が公共データベースにあるかというと、2ペタから3ペタぐらい。ペタってじゃあ何かって話なんですけど、ペタっていうのはテラの100倍です。だから皆さんの多分、パソコンなんかのハードディスクって今 USB の外付けのやつって多分1テラとか2テラとかですよね。あれが、大体そうですね、2テラの方でそれが100個分ぐらい、100個じゃない、ごめんなさい、1000個ですね、1000個分ぐらいが今のその公共データベース全体になっているというふうに思ってください。で、それぐらい多いんですが、そういうふうになってくると圧縮しないと大変なんですね。で、皆さんよくインターネット上で、データをダウンロードするとかどうとか言った時に、普通はテキストファイルで送ったりとかせずに圧縮してますよね。てか皆さん多分知らないうちに圧縮されてしまってるんですけど、圧縮するんですが、普通だったら、ZIP 形式、ZIP とかなんかそういう形式で皆さんもファイルを保存したり、他人にあげたりする時に複数のファイルを一つにまとめて誰かに渡すってことをすると思うんですけれども、それをこの NGS データ用にやってることがあって、それがその SRA って形式です。 SRA 形式で、 SRA 形式で圧縮、この NCBI とか DDBJ の方でしてるんですけれども、してきたやつをまた FASTQ に戻すっていう、コマンドがあって、 FASTQ ダンプっていうのを使うんですけど、そういうのを使えば FASTQ に当然復元できるし、またこっち SRA に戻すこともできるってことで、これはリバーシブルの形式になってます。で、そういう形式の、やられるのが今普通になっててですね、 NCBI の方ではもうこの SRA 形式ばっかりになりました。で、 DDBJ の方はまだ実はかつて登録したものを FASTQ 形式でもう置いてあって、 FASTQ 形式を普通に圧縮をかけた GZIP 形式という .gz とか BZ2 とかいう、そういう普通に汎用に使う圧縮の形式でデータを置いてるんですけれども、
そういう、まあ、置き方をしているのはどんどん廃止の方向で、この SRA 形式っていうので圧縮して皆さんに流通させようというのが今の流れになってます。それは何でかというと圧縮率がいいからです。はい、そういうふうになってます。でもあくまでもこれはもともとファスト級形式 の圧縮形式なわけです。ですがこの下に書いているバム形式っていうのも最近は出てきてて、このバム形式で何かというと、これはゲノムにですねマッピングしたアライメントだから、このゲノムあるゲノムがあって、リファレンスのゲノムがあって、それに対してどん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 こうマッピングするんですけど、そのマッピングしたその結果のファイル、アライメントのファイルだけの形式になってます。このバム形式っていうのがあると、先ほど来言っているゲノムブラウザーとかにこうこのファイルをアップロードすると、さっき見たようなああいうものがこうさっきのファントムのやつみたいなのがこう得られるんですけど、そういうゲノムに対してこうマッピングしたファイルがだけが登録するのはこのバム形式になってます。これは実はそのマッピングされなかった配列とかがこう欠けてしまうのであんまり良くないと言われてるんですけれども、でもこっちのファイルの方形式の方がちっちゃいので、こういうのをまあ使われるっていうふうにっていう方向もあります。まあ、とにかく言いたいことは、ファイルがでかいので皆さん工夫して登録してますということです。はい、これはまあこの図は僕が書いたその領域融合レビューの方の図の一つを取ってきました。まあハブとなるファスト級形式ということで、ファスト級形式が一番大事ですよって話です。じゃあファスト級形式さっきからずっと言ってるけど、実際どんなんやねんっていう話なんですけど、こんなんです。こんなん、これはちょっとだいぶ古いシーケンサーから取ってきたファスト級形式なんですけど、それには理由があって、長いとこれ見るの大変なんで、わざわざこれ古いのにしてます。で、ファスト級形式は、まあ、ファスト級フォーマットとかって言い方もしますけれども、このファイルなんか2行ごとに同じようなものが出てるような感じがするんですけど、実は4行ごとです。で、ですね、まあ見ていただける通り、1行この4行が1単位になってます。これだから、これこの今表示しているやつで3配列分の情報が入ってるんですけど、1行目はこれID ですね、ここに書いてる。で、2行目にこの塩基配列の実際が、書いてあって、3行目もまたこれ ID なんですけど、で4行目はこれクオリティですね。でなんか塩基配列っぽいの書いてるんですけど、塩基配列じゃないですよね。これはクオリティバリューって言って、その、塩基を呼んだ時の質クオリティをこれアルファベットにこれアスキーの文字に変換してこれ表示してるんです。でこれがどん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 続いていくってなってて、まあ、今の普通にまあマイセックとか使ったらだいたい5000万リードぐらい出る、要するにこれが5000万回1回でだいたい読めるんですけど、5000万リードがあったら4行1エントリーですから、この行がマイセック出てくるのは1回で2億行出てくるんですね。2億でそういうのが、まずまだちっちゃいデータです。で今これはちょっとレングスが33つってだいぶ古いデータを使ってて、こういうものに見せてあるんですけど、今はこのレングスが300とか200とかそういうものになってます。でそういうので、出てくるとですね、困ったことが起きるんですね。何が困るかというと、ファイルがでかくなるということで、でかくなるといろいろ困るんです。何が困るかというと、もちろんメールで送れないし、ファイルサイズ1個が8ギガ超えることがあります。で8ギガ超えると何がまずいかというと、この USB メモリーには当然入らないし、ハードディスクありますよね。皆さん の USB の、ハードディスク、USB にでこうつなぐ1テラとか入っているハードディスクにコピーできないことがあったっていう人が出てくるんですね。でそれは何かっていうと、ここなんですね。ファイルフォーマットなんですね。まあこれ今 Windows の話をしてるんですが、普通に Windows じゃないわ。普通にそのあれですね、USB のハードディスクを買ってくると、普通は FAT32 というフォーマットで、フォーマットされて Windows ではすぐ使えるから、そういうのでやるんです。それは、パソコンを使う多くの人がそういうデータしか使わないからです。ですが我々生物学者はですね、1個8ギガ超えるようなデータを使うんですね。で 何が問題かというと、 FAT32 フォーマットは1個のファイルが8ギガを超えるデータ扱えないんです。つまり違うフォーマットにしないといけないんですね。で、だから買ってきたままでどんどんデータを別のデータを
入れててですね、ある日突然っていうか、NGS データが共同研究から来たから、コピーしてって言ってコピーしようとしてもコピーが失敗するんです。だそういう時が困るんですね。だからハードディスク NGS 解析をする予定がある人は、買ったらハードディスクをもし新しくこの時期まあいろいろ買うと思うんですけど、買ったらですね、必ず EXFAT にフォーマットしておいてください。そのままで使わないってことです。これすごい大事な話です。 NGS データを使うのに、最初にデータ入れておくとそれをまたもう移せないみたいなことが起きてきますので、できる限りもう買ったらですね、ハードディスクはフォーマットする、フォーマットし直すと。 EXFAT っていうのがあります。これは XFAT とも言うんですけど、新しい配列形式で1個のファイルが8ギガ超えても置けるというフォーマットですので、そういうのを使ってください。でこれはまあファイルシステム上の問題を今お話しましたけれども、実際にじゃあこの配列を見たいっていう時に、皆さんメモ帳とかで開こうと思ってダブルクリックすると思うんですけど、メモ帳っていうのはダブルクリックするとですね、メモリに全部取り込むんですね。じゃあ8ギガのものがダブルクリックしたらどういうことが起きるかというと、メモリ8ギガ使うんですね。いやもちろんパソコンで8ギガメモリ積んでたらええやろっていうかもしれないんですけど、そんなことはなくて、まず、パソコンがてかそのプログラムがハングします。なんでかって言ったらメモリがこうないからですね。なのでこういうファイルをアイコンであっても決してダブルクリックしないようにした方がいいと思う。なんか間違ってダブルクリックしてしまうことがあるかもしれないんですけど、そういう事故はできる限り起こさないようにした方がよくて、普通こういうの中身を見たいような時はもうちょっと別のコマンプログラムを使うとか、そういうことをします。普通のメモ帳は使わないでくださいというか、どうしてもダブルクリックしたら開いてしまうと思うんですけれども、そういうのは気をつけてくださいということですね。NGS のデータは本当でかいんです。この配列のこのデータのフォーマットの時はっていうことを今お話したかったです。はい。でですね、脅しはこれぐらいにしておいて、で、それで、ここにも書いてある通り、普通この NGS の配列データ配列の解析はこのファスト Q フォーマットから何かやるっていうのが全ての基本です。みんなそうしてます。そうじゃない専用ソフトももちろんいくつかあるんですけれども、基本的にはファスト Q 形式の配列からマッピングかアッセンブルすると。でじゃあマッピングアッセンブルってあなた言ってますけど、 RNSEC チップセックとどう違うんですかって話なんですけれども、RNSEC にしてもチップセックにしてもこのマッピングの応用の一つなんですね。なので、その辺ちょっと違うオントロジーなんで、ジーンオントロジーというとこのバイオロジカルプロセスとモレキュラーファンクションの違いぐらいだと思ってください。そういうことなので、そういうのは今からちょっとお話していこうと思います。マッピングに関してもさっきももうお話しましたね。一応復習しておくと、ゲノムすでに決定されたゲノム配列に対して手持ちの配列ですね、持っている配列がどこの部分に相当するかってやるのがマッピング。はい。普通はゲノム配列が解読されてもう世の中にあるようなものがあると生物ではこっちをやります。でアッセンブルはこういうふうに手持ちの短い配列から元の長い配列を組み立てるもので、これはゲノム配列を決定するプロセスなんかで必要なんですけれども、これを逆手にとってですね、人とかマウスのトランスクリプトとかを逆に、アッセンブルし直すことで今まで分かってなかった新しい遺伝子を見つけるとか、そういうような野心的な試みももちろんできます。もちろんそういうのでやって出てくるんですけれども、そういう場合には今まで の分かっている遺伝子との引き算をしないといけなくて、そういうのの引き算をするとかいうのにまた自分でちょっとプログラムを書いたりとかちょっとしないといけないんですけど、一応できます。そういう感じですね。はい。で今実はいっぱいいろいろファイルフォーマットの話をしたんですけど、あんなに一度に言われても忘れるわというのはもっともない意見です。ですのでこういうのをまとめてありますので、これを使ってください。でそうですね、ポイントはファスト Q フォーマットにはよく使うと。でファスタフォーマット、ファスト A フォーマットとも言いますけど、これはよく、昨日もレフセックで僕ウイルスのゲノム配列を見るときにも出してったんですけど、あれがファスト A フォーマットで、1行目に不等号から始まってるヘッダー行があって、あとは全部配列データっていうのがファスタフォーマットで、これが
基本で、このファスタフォーマットにクオリティのバリューを出せたからファスト級フォーマットって言うんです。まあそれだけなんですね。まああとはそうですね、ちょっと予備的な説明しておくと、サムフォーマット、さっきからバムとか言うので、アライメント、ゲノムにマッピング設計に得られるアライメントのフォーマットですよって言ったんですけど、これの兄弟でサムフォーマットってなります。これはバムフォーマットっていうのはそのバイナリー形式っつって、要するにあの圧縮された形式になっているんですが、それに対してサムフォーマットというのは ASCII で人間でもすぐ読める形式だという違いです。はい。で、あとそうですね。まあこの GTF、GFF っていうのはその遺伝子とか、制御配列がゲノム上の、座標のどこからどこまであったかというのを記述するファイルで、これは結構皆さんが自分でこうゲノムアノテーションを足すときとかにお目にかかるんじゃないかと思います。で、このそれと似たほぼ互換の形式でベッドフォーマットであって、これは UCSC のゲノムブラウザーなんかでよく使われるこの、GTF モドキの入れあのフォーマットです。まあ、これも見ることがあると思うので知っておいてください。まあ、これと同じもんやという。で、最後の多分 VCF とかが多分よくお目にかかると思うんですけど、これバリアントコールフォーマットつって、リファレンスと違うバリアントですね、バリアントがあるよという時に、何番染色体のどっかの領域が A だったのがこっちは T ですというふうに、そういうのをどんどん書くフォーマットで、これが結構でっかいファイルになりがちなんですけど、これも普通はプレインテキスト、ASCII の配列、ASCII の内容なんですけれども、それを圧縮した BCF っていうのも、最近は出てて、気づかれると思いますけど、基本的に全部この生物のデータで使うのはだいたいプレインテキスト形式になってまして、だいたいダブルクリックするとメモ帳で開こうとするものばっかりです。ですけどちょっと拡張子が違うから、メモ帳では急には開けないんですけど、これ拡張子をどうとテキストに変えるとそういうのでだいたい開けます。で、開けないのは BAM と、このBCF だけです。あとは、あとして SRA か。あとは全部テキストで中身が、まあ、見れたりするように、なってます。まあ、このファイルフォーマットとかいうのは実際に皆さんが何か、論文読んでとか実際に必要なデータでぶち当たった時に調べていただければよくて、こんなんがあるよっていうのを今は知っといただけでよくて、あとは、まあ、検索して出てきたらこれ思い出してください。大体これで尽くしてると思うんですけど、まあ最近はまた新しいのもあるので、それはそれで大体検索すれば分かるかなと思います。よろしいでしょうか。まあすみません、話ばっかりで眠いと思うんですけど、まあちょっともうちょっと我慢してください。で、で NGS のは解析はマッピングとアッセンブルだって僕言いましたけど、まあ実際にはそれの応用のマッピングの中でどんなんがあるかというふうなものが皆さんがよく聞く NGS の応用だと思います。で、 NGS の応用はまあ大きく分けてこんな感じかなっていうのが僕が書いた新着論文レビューによく用いられる NGS の応用として書いてあります。まあ基本的にはNGS はその塩基配列解読で分かることは何でも使えるんですね。ほんといろんなことに使ってます。それはちょっと一昔前のマイクロアレイが何でも使ってたのと一緒ですね。本当いろんなものに応用されてまして、一番まあ直接的な応用で公共の、NGS データにも見たときにエントリー数の3分の2ぐらいはもう4分の3近くはそのデータだというのはゲノムの解析で、ゲノムの解析って何かっていうとあれですね、一番あるのはその遺伝子に違う人の遺伝子ですね。まあ普通の人とある特定の疾患の人の、遺伝子を読んで、それが何が違ってたかっていうのを調べるような解析ですね。で、それ何が違ってたかって調べるのに、ゲノムの全領域を調べるリシーケンスっていうんですけど、再度シーケンスっていう意味で、それリシーケンスするのがゲノムの全領域やると大変なのでエクソン領域だけを調べようっていう解析があって、それがエクソンのオームでエクソームっていうんですけど、そういうエキソーム解析をするっていうのは多分一番多いです。一番これもコストが遺伝子領域だけなんです、低いので低い割にはそこに大体原因があることが多いから見つかりやすいということでやってると思います。これがエクソーム解析でいろんなのが見つかってきたのが今の多分
ここ数年来のずっといろいろやられていることのトピックだと思います。でそういうエクソームっていうエクソンだけ読む以外に、最近だとその全ゲノムを読むリシーケンス、ホールゲノムのリシーケンスっていうのもある出てきていると思います。まあ、そういうふうなので疾患の遺伝子を見つけるっていうのは割ともう普通にやられてて、そういう関係が一番今データベース中に多いです。でまあ、それ以外にもあれですね、メチル化解析ですね。まあ、メチル化するところをバイサルファイトで加強して、その加強というかバイサルファイト処理して、その変わったところを、まあ、調べるというバイサルファイトシーケンスの、全ゲノム版ホールゲノムバイサルファイトシーケンスっていうのもこのゲノムの解析としてやられると思うんですけど、まあ、ちょっと考えたら分かると思いますけど、ゲノム全体を読むのでものすごく読まないといけなくて非常にお金がかかるというので、まあ、そういうので、まあ、できなくはないんですけれども、非常にいろんなコストが高い、値段も高いですし、解析するのも割と大変なんですけれども、実はホールゲノムバイサルトシーケンスの解析の実際はこういう本でプロトコル化されました。なのでこれに見れば書いてあるんですけれども、まあ、既存のプログラムを組み合わせていけば、まあ、一応できるというふうになってます。それがまあ一番のゲノムの解析ですね。はい。で2番目に多い応用は、ここに見ての通りトランスクリプトームって書いてあるやつですね。でトランスクリプトームって何かっていうと、まあ、さっきからも何回も言ってしまってて申し訳ないんですけど、RNA の解析です。まあ、特にメッセンジャー RNA の解析です。メッセンジャー RNA だけを、まあ、RNA 抽出して、それを実際の配列を読むと。昔だったらこれをマイクロアレイにかけてどれぐらいの発現量があったかっていうのをハイブリダイゼーション法で検出してたんですけれども、今はそれを直接ダイレクトシーケンスして、そのメッセンジャー RNA が何個あったかっていうのを数えるということをします。これが、まあ、今は RNA-seq というふうによく呼びますけど、実際にはトランスクリプトームシーケンスというふうに言うのが正しいと思います。で RNA-seq っていうのは、まあ、もう一この名前が非常にもう市民権を得ちゃったからいいんですけど、もともとはまだその当時の人なりマウスのトランスクリプトームの中に、まだこれまで知られてない RNA を読んで探そうというふうな意味に使われてた時期があったんですけれども、まあ、基本的には今はそういう発言の定量に使うことが RNA-seq であるというふうに、まあ、業界的にはなってます。なってますけど、まあ本当はトランスクリプトームシーケンスっていうふうに言うべきだと思います。が、まあ、RNA-seq ですね。これが非常にやっぱり応用として簡便だし、今まで のマイクロアレイに代わるものとして使われようとしてる、使われかけてるんですけれども、やっぱりその RNA-seq はマイクロアレイと比べてちょっといろいろ手間が多いとか、いろいろそういうの話は後でしますけれども、まあ、そういうので、まあ、代替品として、まあ、出てきてるんですけれども、まあ、ちょっとずつ今普及しようとしているところです。昔はすごい高かったんですけど、だいぶ値段も下がってきたんで、だんだん使われようとしている段階ですね。はい。で RNA-seq で、もう一つ、使われる解析の中にですね、まあ、メタゲノムというのもありますけど、まあ、メタゲノムというのはこれあれですね、人を読むんじゃなくて細菌を読むんですけれども、例えば胃の中にいる細菌を全部読んで、細菌のゲノムを読んで、それが何の細菌だったかっていうふうなのを、まあ、見たりとか、そういうふうな研究ですね。そういうのもありますし、まあ、エピゲノムっていうのはそのメチル化解析とかいろいろエピジェネティックの解析を見るっていうふうなものってなってるんですが、実際にはこのよく出てくるのはこのチップセックっていうDNA 結合タンパク質ですね。の結合領域なんかを、まあ、調べるという解析がよく使われていると思います。これは転写因子 この制御関係を調べるとかいうようなことと、あとはヒストン の修飾ですね。そういうものに、まあ、使われるので、一部このエピゲノムっていうところのカテゴリーに入っているんですけれども、このチップセックに関しては実はそのトランスクリプトームの解析に多分このカテゴリーでは入っちゃってると思います。まあ、そういう解析も使われるというふうになってますね。まあ、そんな応用が割と出てるんじゃないかなというふうに思います。でこれ公共のデータベースなんでがんとか少ないんやって言われるかもしれないですけど、実を言うと、公共の SRA というシーケンスリードアーカイブというところに入っているがんゲノムのデータが少ないだけです。これほとんどが
外出しされててですね、他のデータベースに入っててそっちを見てねって、他のデータベースが TCGA とか ICGC とかそっちですね、そういうまあがんやってる人は聞いたことあると思うんですけど、そういうもっと国家規模でやってるものすごい量を読んだシーケンスのデータベースがすでに全部公開されてですね、そちらを見た方がよくて、こちらのシーケンスリードアーカイブというデータベースの方にがんのものがあんまり入ってないからこんな風になってます。まあ、かつては登録されたことがあったんですけど、結局はここで維持できないぐらい多いので外でやってねってことになって、そういうふうになってます。はい、まあ、これもまあ僕の書いた壮絶からの図でした。そうですね、まあそんな感じですね。で RNAseq に関してちょっと今日はまあ話するといいのかなと思ったんで、こっちに関してちょっとしっかりめにお話しようと思ってます。でまあ、今言った通り RNAseq っていうのは言葉だけがちょっと広く普及しちゃって、やってることはトランスクリプトームシーケンスといって、トランスクリプトを配列解読して出現回数を発現強度する解析にしてます。はい、でじゃあそれはどんなことやるんですかっていうのはここに書いてある通り、ですね、まず、リファレンスのゲノムにその読んだ配列、トランスクリプトの配列をマッピングしていくと。で、それをRNA をマッピングするので、実際にはスプライシングが起こるところもマッピングされるので、そういうところも考慮してスプライスアライメントというのをしますって。これが普通のゲノムのマッピングと違う点です。スプライスアライメントして。その後に、遺伝子ごとにまとめるんですけど、その転写単位ごとの発現を情報にすると、発現情報化するということですね。で最終的にそれの結果を可視化すると、ものすごく簡単に言うとこういう流れを踏みます。で、その流れはこの図にある通りです。こんな感じですね。ちょっとでかいかな、もうちょっとちっちゃくしようか。こうですね。だから一番最初はファスト Q のデータを得て、それを転写単位ごとに発現情報にして最終的に可視化すると。で多くの、バイオコンダクターも含めて、可視化のアバディスとか、ああいうのもうアバディスって今言わないですね、確かストランドかなんかやったかな、アジデントが売ってるようなソフトとかは最後の可視化だけをやってくれるのであって、この先途中はあんまりやってくれるソフトはあんまりないんですけれども、でも優秀なソフトも出てきてますが、基本的にはこのフリーのツールというか、アカデミアの人たちが開発した誰でも自由に使えるフリーウェアで、オープンソースのフリーウェアで解析するっていう流れが割と普通になってます。でそのツールとして RNAseq で一番よく使われるのはこのトップハットとカフリンクスというものになります。それでこういう流れでやるんですけど、そのただこのソフトがあれば動くっていうんじゃなくて、いろんなデータがいるんですね実は。でどんなのがいるかというと、例えば人の解析をするんだったら、このトップハットをかけるときにゲノムに対してマッピングしますから、ゲノム配列がいると。でこれもだからゲノム配列がいるわけですが、そのゲノム配列をどのバージョンのものに対してするかとか、そういうところからあるわけです。それは昨日から言っているそのゲノムのバージョンが HG の38にするのか19にするのかとか、そんな話をしてましたよね。それなんでそんなことを言うんやろうと思ったかもしれないですけど、そこで問題になるんですね。でこれじゃあ自分だけでやるなら何のバージョンのやつにやっても最新版でいいんですけれども、先ほど来じゃあ昨日来言っているように、他のアノテーションを使いたい場合は、他のアノテーションをこういうので使ってやる場合には、そのバージョンを合わさないとダメなんですね。だからその解析ゲノムアノテーションが他のもので使うときに必要なものを、自分が使いたいものになるようにここを選んでくださいっていうのが大事であると。でこういう実際の塩基配列のデータがいるし、じゃあその今まで知られている遺伝子はどこにあったかとか、その転写解調節領域はどこにあったかとか、そういうようなゲノムアノテーションと呼ばれるものですね。そのゲノムアノテーションと呼ばれるものは、先ほど言ったその GTF 形式、 GFF 形式で、配布されていることが多いんですけど、それを使ってカフリンクスでプログラムを走らせるときに、この今まではこういう遺伝子が分かってますよって、これは未知かどうか判定してくださいみたいなのを知らせるのに、この GTF が必ずいるんですね。
で、この2つの処理は非常に、重いです。大変です。1個のサンプルを、今のやつで、普通の MacBook Pro みたいなんで、処理すると、まあ、その CPU の数の占有率にもよりますけど、まあ、丸1日はかかりますね。ものすごい時間がかかるんですね。それはサンプル1つに対してです。だからサンプルが10個やったら10日かかるんですね。その辺をいかにうまくこう並列化するかとか、あといかにうまく複数のパソコンを使ってやるかとか、そういうところがまあちょっと必要になってくるんですけど、まあ、ものすごくここは計算が負荷がかかると。ここまでで最終的にそのあれですね、マイクロアレイで見るような各遺伝子ごとに発現量こうでしたっていうのがここで得られたら、あとはマイクロアレイの解析の時と全く一緒になるんですけど、ここまでが大変なんですね。あとは一緒で、この遺伝子はどういうジーンオントロジーがついてますとか、これはどのパスウェイに属してますとか、そういうアノテーションのことを僕らは遺伝子アノテーションと呼んでますけれども、そういう遺伝子アノテーションを付与して、この遺伝子はこうでしたとかいうふうなのを付与することで、他の、ツールであとは解析するんですけれども、特に RNA-seq でバイオコンダクターで使われるツールとして、これカマーバンドと呼んでますけど、そのカマーバンドっていうので、解析可視化すると、まあ大体、ソフトの料金としては0円でできるんですけれども、まあ、それをできるようになるとか、やる人とかのことを考えるとものすごく結構大変です。まあ、原資はただなんですけど、まあ、やれるようになるには結構大変かなと思います。まあそういう流れで、まあ、RNA-seq のデータっていうのは、まあ、解析するんですけれども、そうですね、外に解析サービスしてもらった時にここまでやってもらうかここまでやってもらうかでだいぶ値段が変わったりとか、あとここまででいいかとかいうのでだいぶ変わってくると思うんですけど、基本的に多分ここまでかここまでかになってるんじゃないかなと思います。で、シーケンスを読んでもらうだけだったら、ここから後のことは自分たちでやると、まあそういうふうな、まあ、流れになってるんじゃないかなと思います。もちろんそれはやる研究テーマにも非常によるので、どういうことを発言定理をするかというのにも、その後の解釈に関しては特にテーマにすごく依存するので、まあ、そこはまあ考えてくださいねってことなんですけど、じゃあマイクロアレイだったらこれ同じ図で書いたらどんな感じかっていうと、こんなんです。マイクロアレイ解析すごく簡単でしょ、シンプルなんです。マイクロアレイ解析の場合はスキャナーからいきなり出てきたのがもうこれなんですね。各プローブに対応する遺伝子ごとの発現量がいきなり出てきます。ですがこれはハイブリダイゼーションに出したものだから、さっきの、シーケンスで何個読めましたというのとはちょっと違う、まあ、そういうのですね。でここで必要なのはそのジーンオントロジー、何をつけるかと、そういう遺伝子アノテーションでそれを足して、まあ皆さんこういうジーンスプリングとかインジェネリティパスアナリスとかそういうので解析するんですよね、というまあ流れになってます。これを見ての通りどっちでやりますかって言ったら、まあこっちですよね、普通解析大変やからね。だから無理して NGS でやらなくていいですよって僕はずっと言ってきたんですね。こんなに無理してなんでこんな風にここまでこんなのやりたいんやったら、とか自分でできるんやったらやったらいいんですけれども、無理にその NGS の解析にスイッチしてやる必要はないんじゃないでしょうかという話をするのはそういうことです。ですけど、まあどうしてもやりたいっていうんだというか、まあ NGS でできたデータの方がまあ解像度も実際には高いですし、まあここのマイクロアレイの場合はこのオリゴで設計されてなかったら当然出てこないし、その設計がまあまずいとか自分はそうじゃないと思うとか言うんだったら、自分たちでこっちの、こういうところをさえ自分たちでちゃんと対応させれば同じようなことできますから、そういうふうなので、まあ、NGS データ解析をするっていうのはもちろんオプションとしてやり方としていいと思うんですけれども、まあこの辺のリファレンスのデータとかが揃ってきてるので、こっちでやるといいかなっていうふうにだいぶ今はなってきた状況なんじゃないかと思います。はい、ですね、まあ、これはいいや。それがまあ RNA-seq の解析ですね。で、どうですか、何か質問ありますか、あったら言ってください、ぜひ。あとはこういうなんとか seq というのの解析をちょっとずつお話しますけど。RNA-seq の場合、ダイレクトシーケンスって言われましたけど、はい、はい、しますね。はい。うん、してると思いますけど、はい。
そこはもうでもだいぶあのやり方次第なのでしていると思いますけどね。普通は DNA にしたものを呼んで RNA 自体を呼んでるわけじゃない。 RNA 自体じゃなかったと思うんですけど、どうだったかな、あのアダプターつけて逆転射してやってると思いますけどね。はい、アダプターつけてますんで、だいぶそうですね、流れとしてはそう、そうですね。ああそうですね、それなんですけど、あの確かにそうなんですよね。あの選択的スプライシングのデータが分かる、だからそれは解像度と多分同じに入っちゃうかもしれないんですけれども、あとは、そうですね、オルタナティブスプライシングの解析なんかももちろんできるんですけど、それが、オルタナティブスプライシングであったかどうかっていうのをこう判定するのも結構ややこしくて難しいんですけれども、あのそれを、ゲノムブラウザーに ここに貼り付いたっていうのを見ていけば一応はできます。ですけど、あのオルタナティブスプライシングがあったもんだけリストしてくださいってポンと出してくださいって言われても、僕はやり方知りません。でだからそれができるソフトが今後開発されるかもしれないという望みをもとにやっといて、そういうのができた時にポンとやるっていうのはまあ ありかとは思うんですが、あのですね、あとそういうもう一つのメリットはその今言ってるようなそのオルタナティブスプライシング解析ができるかもしれないというのと、あとそのさっき以来言ってるあのこのゲノムのバージョンがまた上がるかもしれないですね。当然その時上がった時に時点でまた解析し直せばそのデータはまた使えるんです。でもマイクロアレイの場合は一回それで読んじゃうともうその遺伝子以外はもうないので、あのそれしか得られない。それはこっちの方が一応確かにいいということになってます。でそのやっぱりデータ解析でこういうふうなのをあの出すとかいうところに関してはまだまだ発展途上で、もちろんこういうあの一応アカデミアの人たちが解析したツールもあるんですけれども、それ以外にこうコマーシャルであの得られるあの商業ベースでやっているソフトウェアとかもどんどん出てきてて、そういうものだと今言ったようなことの解析もできますっていうので、売ってるんですけれども、まだそんなのかあの評価を僕もきっちりやってないので、ここであのこれがいいですとはちょっと言いづらいんですけれども、そういう意味では確かにまあ未来にあの希望を残してるという点はそうなんですけど、ここの解析ものすごく大変なんで今は あんまり安易にマイクロアレイいいか、NGS いいから RNSEC いいからやった NGS の絶対いいよとは僕はちょっとよう言いませんので、はいかなって感じです。はい、そうですね、まあ、そういうのがまあ、RNSEC でして、まあ後でもちょっと聞いてくれたらいいと思うんですけど、こんなんですね。で、他にないですか？はい、どうぞ。はいはい、はい、はい、できます。てかいやその話後でやるんですけどチップアトラスっていうので今あのチップセックの解析もちょっと後でやるんですけど、チップセックの公共のチップセックに登録されたデータを、もうこっちでピークコールしてですね、解析してそういう今言ってらっしゃるようなことをまあチップセックのデータから予測してる予測っていうか、
羅列したサイトは実は僕のこの資料の下の方に見ていただくとチップアトラスっていうのがあるんですけど、それで今言ってらっしゃることは多分できていると思います。でもちろん今言ったみたいな UCSC のゲノムブラウザーで1個の遺伝子でそういうのを1個ずつ見たいっていうのはできるんですね。できるんです、できます。それはですね、じゃあちょっと今の時点で言っとくと、これかゲノムブラウザーのサイトで、まあ、今はこれ、ファントムとかの話をしたんですが、これの下にですね、このこれですね、エンコードレギュレーションとありますよね。で今これショーになってて、これ以上は出ないのかと思うかもしれないんですけど、実はこれ隠されてて、さらにこれエンコードレギュレーションっていうのをクリックして、やるともっといろいろあるんですね。これアレンセックか、あ、そっか。で今これ私これ多分HG の38の方を見てるからちょっと出ないんですけど、1個古い方にしてだとレギュレーションのところがもっと多分充実しててですね、これですね、エンコードなんとかっていうのが、実はこっちか、エンコードクロマチンの方か、こっちの今はレギュレーションを見たんですけど、このクロマチンの方を見ると多分クロマチンのインタラクションも出るし、あと、あ、違う、レギュレーションで良かったんです、すいません間違えた、ちょっとどこにあったの、これですね、レギュレーションで見るとチップセック、あ、チップセックありますね、これですね。これはなんかけどいろんなチームがいっぱい出してるからちょっと分かりづらいんですが、この辺のトランスクリプションファクターのチップっていうのは全部その今言ってらっしゃるような転写因子のくっついてるやつの話になります。でこの辺をまあ出てないかな、すごくこれ実はデータが多いために、普段からこう隠されてるんですよね。隠されてっていうか設定が非常に奥深いんですよ。フルとかやってやるとこういうのが出てくるの、あ、こっちか、こういうふうにいろんな転写因子の結合サイトが実は出るんですけど、これはチップのデータから出したやつです。で多分その TF サーチとかいうお話されてるやつは予測、その転写因子の結合の配列をがこういうふうにデータベースとかで分かってて、それをゲノムに解析したときにここに当たったというそっちですよね。それはこのチップのデータもあるんですが、そのやつに関してはここの TFBS コンザーブドってやつです。これ転写因子の結合サイトの保存されてるってやつですね。これがそれでして、これは実はそのトランスファックのデータベースのパブリック版、外に出ているバージョンのやつで、ここに書いてあるんですけど、これ1、ポジションスペシフィック の, スコアマトリックスというのを使って計算してるんですけど、まあ、言いたいことはこれで多分フルとかやってやると、この今までデータベースに登録されているこの転写因子の結合サイトはこれっぽいっていうのがゲノムに対して計算してここですって出るやつですね。それが多分 これですね。この V から始まってるやつですね。この V のこういうMEF2 とかオクト1とかこうそれの結合サイトっていうのはこっちですね。これですね。これは確かにこれで一応出ますが、ですね、チップセックでやったデータの方が多分より本当に近いと思います。というのは、まあ、もちろんその抗体を信じる信じないって話はあるかもしれないんですけど、実際に抗体でやってそのチップセックの、データをやって解析した結果ここにはくっついてましたっていうのの情報があるからです、はい。なので、まあ、転写因子のこの制御関係を見るのは今は実はものすごくもう情報があるんですけど、これ全部出すとこんな感じになっちゃうので全部は出してないんですね。で自分のその興味のあるやつだけをこうやって出して見られるといいと思います。これ今フルで出しちゃったから全部ものすごく長いんですけど、もっとそれをパックとかスクイッシュというものに、集約してですね見るともうちょっと簡単に見えるんじゃないかなと思います。これがだからフルだったのをもうちょっとこう、スクイッシュとかにしてリフレッシュでやるとだいぶ縮まると思います。そう、この話はすいません、後でやろうと思ってたんですけど、まあ、ちょうどいいチャンスなんでこんなんですね。
これか。あ、違う、あれ消えちゃった、この辺かな、出てないですね、もっと下か、消えちゃったか、これパックの方がいいかな。あ、これですね、パックぐらいがいいですかね。こういうふうにどこの位置に転写因子のこの計算で出したこれ方です、トランスファックでやった方はこういうふうに出てて、これはこっち側はチップセックのいろんなエンコードプロジェクトというのにいっぱいいろんな転写因子の個体を作ってですね、それのチップセックをやって、それが全部ここに、UCSC の中に集約されてるんですけれども、これと比べるとなかなか面白いのかなというふうに思います。はい、まあ、そういうのはあります。で、じゃあそのチップセックってじゃあどうやって計算してるんですかっていうのをちょっとお話しとくと、まあチップっていうのは今何回も言いましたけど、クロマチンイミノプロリフィケーション、要するに免疫進行のクロマチン免疫進行の実験で、昔はこれチップをチップチップつって、まあマイクロアレイでこの、DNA 結合タンパク質が持ってた DNA 配列をマイクロアレイで検出してたんですけど、それを今はいきなり、シーケンスするという、まあ、ことになってて、まあ、よくやるのはヒストンか転写因子、今データで見せしてたのは転写因子の方です。でヒストンの方でやる場合は、そのヒストンがどこの、要するにゲノムのどこにくっついてたかというのが分かるので、そういうデータもものすごく今使われてますね。でそれは、ここに書いてある通り、リファレンスゲノムにマッピングするんですね。これはまあ、さっき RNA-seq なんかと似てるけど、 RNA-seq の場合はスプライスアライメントつって RNA のスプライシングを考慮してマッピングするんですが、これは特にしないでマッピングします。これはまあトップハットから読んでいる膨体っていうプログラムがあるんですけど、その膨体っていうのを使ったりしますけど、やった後それをそのデータを使って MAX2 っていうプログラムでピークコールっていうのをして、ここにクロマチン転写因子がくっついてたっぽいっていうのを推定して、そういうのをまあどんどんベッド形式のファイルとかをこう記述していくと、そういうことです。そういうふうになってます。これは、公共データベースに関してはこの公共にあるチップセックのデータに関してはそういうのを全部計算して、すでに利用可能なようなサービスっていうのが、下にもう後でやろうと思ってたんですけど、ここのチップアトラス、実習で出てくるんですけど、チップアトラスっていうところで、やります。もう待ちきれないって人はもうこれ今やっといてください。ここからリンクしてできますので、はい。でまあ、それがチップセックで、ちょっと順番前後しましたけれども、一応まあエクソームの話とかもしとこうかなと思います。エクソーム解析というのが一番まあよくやられているので、あとエクソームとメタゲノムの話をしてちょっとここで休憩入れようかと思います。でエクソームっていうのは、まあ、本当のことを言うと DNA セックなんですけど、まあ、エクソン部分だけをやるっていうのを言ってて、エクソームと呼ぶことが多いです。でこれも、基本的には、やってることはすごい簡単で、まあ、エクソームのデータを、まあ、最初はクレンジングって、要するにデータが汚いからそれをきれいにするという、まあ、それはプライマー配列をプライマーじゃないベクター配列を取ったりとかそういうことをして、リファレンスゲノムにマッピングすると、これは BWA ってプログラムを使われることが多いですということですね。でそれで実際に変異が見つかったシンプルヌクレオタイドバリエーション SNV ですね、それをまあ見つけて、ここにありましたと。でそういうふうに見つけたバリアントをこうアノテーションしていくという、まあ、流れなんですけれども、ものすごくシンプルに言いましたけれども、これはまあ疾患のサンプルともともとのリファレンスのサンプルを比べて、どこに疾患 の原因っぽい、SNV があるかというのをこう見つけてくるってことなんですが、実際には関係のないけど SNV があるっていうのがいっぱいあって、その中から本当に正しいものを見つけるというのがものすごく大変というので、1個 のサンプルだけじゃなくて複数のいろんなその疾患を持つ人のデータを全部いろいろ集めてきて、その中で共通項を探すというふうな形になって、割とじゃものすごく大変な解析になってます。まあ、そういうことをやってます。だからサンプルがないとできないというのはそういうことですね。で最後にちょっとメタゲノムの話をして休憩にしたいと思うんですけれども、
メタゲノムっていうのは大きく分けてこの2つあって、なんかの再、もともとはこれメタっていうのは、まあ、今まで言ってきたゲノムの配列の決定とかのは、とにかくアイソレーションして1つの種だけにしてクローンにしてそれを解析すると。でそういうふうな解析をは、まあ、もちろんずっとやってきたんですけど、最近なんかでもちろん培養しにくい細菌なんかもありますし、複数で共生して生きてないとでやっていけないとかいうのもありますあるんですけども、そういうものを相対で全部で解析するようなことができるようになったから、まあ、メタゲノムと呼んで細菌層の全ゲノムを呼ぼうと。だから複数のものがいっぱい混じってるんですけれども、その混じった状態で全部やって、あとはコンピューターの中でいろいろ処理しようということを、まあ、やります。でまあ、全部の細菌層のやつを読むっていうのもやり方もあるし、16S のリボゾーム RNA ですね、これは各細菌ごとで結構リボゾーム RNA 違ってる部分なんですけど、それを、読むことでこれはこの細菌だとかいうふうに、分かるので、その、数を数えてどれぐらい細菌がいたかとかいうふうなのを、まあ、やる解析ですね。そういうようなことをどっちかやると、まあ、細菌だとこの下の普段のところ下の方でどんな細菌がいたかというのだけを見るというふうな解析の方が多いようですけど、まあ、この解析になるとアッセンブルが必要なんですね。一番最初に読んだ配列を全部つなぎ合わせて微生物の配列を、まあ、できるだけ長くすると。その中にタンパク質をコードしているオープンリーディングフレーム ORF っていうのを見つけます。まあ、これは、まあ、真核生物とかだったら CDS とかって呼んでるものと一緒なんですけれども、まあ、そういうものを見つけて、そこから見られる、その配列に対して、どういう遺伝子だったかというのをこれは配列類似性検索をするんですね。でしてそうしてその、ORF はこういうタンパク質をコードしているのに違いないというのをこうどん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 こう、やって、最終的にはこの KEG とか COG とかいう分類のためのデータベースですね、これを使って、機能の分類をして、これはこういう酵素があったとか、これはこういう転写因子であるとか、なんかそういうふうなものを、まあ、機能の分類をして、この細菌層にはこういう生物がいて、こういうふうな、まあ、機能を持つようなものだったというふうに、まあ、アノテーションしていくのはこのメタゲノムの解析になります。まあ、こういうようなことをしてやるんですけれども、このじゃあ細かいのを一つずつ全部話してよというと、僕も分からないものも多数あるぐらい結構専門性の高いことで、メタゲノム以外は全部僕やったことあるんですけど、まあ結構大変ですね。大変なんですけど、このデータ解析である、程度のことが分かって、そのデータをじゃあどう処理していくか、でそういうもので、まあ、誰かが論文を書いて登録したデータを再利用してどう使っていくかという話をちょっと休憩の後は話したいと思います。で休憩時間に何かいろいろ多分個人的にご質問があると思うので、ぜひそういうのは僕に言ってきてください。そしたら一緒にここで解決したいと思いますので、じゃあ次、11時から再開しますので、とりあえず休憩にしたいと思いますので、はい、お疲れ様でした。はい、じゃあそろそろ戻したいんですけれども、後半でじゃあすいません、話ばっかりだったんで、後半でちょっと実習的なことをしようと思うんですけれども、ですね、実は、その公共の、シーケンスリードアーカイブを使うということと、あと R の解析するんですけれども、実はちょっとこの NGS の R のその解析するにあたって、データを皆さんにお渡しします。これはこの本でやってる RNA-seq の、まあ、データ解析をやったときに得られる中間ファイルというか、そのここですね、この解析の図でいうところのここですね、カフリンクスっていうのをかけた後のこの転写単位ごとの発現量の情報になっているやつをのちょっと1個前ですね、このカマーバンドっていうプログラムでその発現量の情報と合わせて解析するんですけど、それの
このプログラムをみんなで使うのをやろうと思うんですけど、そのここの前の計算をやった解析済みのデータっていうのを、ちょっと配りたいと思います。ですがダウンロードしてもらおうと思ったんですけど、でかいんですよ。3ギガぐらいあるんですよ。なので USB メモリーで配りますので、僕今からその前の話をするんですけど、それをやってる時に、コピーしながらですね、で自分がコピーしたら後にどんどん回していくようにしてください。何個か用意してますんで、ちょっと形状が変なやつもありますけど気にしないでください。お寿司みたいなのもあるんですけど、すいません。じゃあ適当にばらまいて、ばらまいてください。これもう取っちゃった方がいいと思う。これだけ、あとこれも全部そうです。何個7個ぐらいあるはずです。あ、じゃあアイランドに1個ずつぐらい。あ、すみません、配っていただけるとありがたいです。はい、7つ。そう、変なのもあるんですけど、あんまり気にしないでください。あ、全部そうです。あ、それもそうです。それそのままこう端子がある方を上にして USB メモリーグッとやると入ります。でちょっとデータが大きいので、今言ったように3ギガぐらいあるので、それに入ってるそれだけ、はい、はい、それしか入ってないようになってます。はい、でですね、これもあらかじめ用意しておいてもよかったんですけど、僕がなんでこれ配るかというと、 NGS の途中解析ファイルはこんなにでかいんだというのを体感してほしいからなんです。最初に入れといたら確かにそれでいいんですけれども、多分それだとファイルのでかさがなかなか分かってもらえないので、コピーするだけでものすごい時間かかるというのを知ってほしくて、でコピーする場合はですね、できればどこでもいいんですけれども、できればですね、このダウンロードってファイルがある、もしくはデスクトップでもいいですね。デスクトップか、あ、かじゃなくて、この、ダウンロードって、コンピューター、コンピューターっていうのをクリックしたら、このダウンロードってあると思うんですけど、ここに入れておいていただけると僕と環境が合うのでいいと思います。でここにこのダウンロードでフォルダーに、そこの中身を全部ガッと入れてください。まあそれをやりながら、ちょっと他のもやりながら聞いててください。一回やったらもうあとはほったらかしといたら何分かで終わるんだと思うんで、はい、すいません。まあそんな感じでちょっとやりながらこっちの演習もやってみましょう。で、はい、はい、すいません、なんかやり方わからない人います？大丈夫ですか？あったら手を挙げていただければ、うちのものが行くと思いますんで、はい。で今さっきから言ってるその公共 の, NGS のデータベースというのがこのシーケンスリードアーカイブというものになります。ですが、先ほど来言ってる通り、がんのデータとか TCGA とか ICGC とか、ああいうでかいものに関してはここには入ってないんですけれども、一応NGS の公共のデータベースというとこっちになるようになって言われてます。で、このシーケンスリードアーカイブは略して SRA と呼んでて、NGS の解析したものは、もう最近はもうほとんどそうですけど、ここに登録しないと論文誌に通らないと思います。というか逆、実は立場が違ってて、そういうことじゃなくて、実はその NIH とか、イギリスのウェルカムトラストとか、ああいうところの研究費でNGS 解析したやつ、 NGS データを取ったものは とにかくここに登録しとかないとダメっていうふうになってます。論文出すとか出さない関係ないんです。とにかく、そういうグラントでやったものは全部出しなさいと。で日本でもだんだんそういう流れになってきててですね、もちろんその自分で論文書くまでの間は出したくないっていうのは分かるんですが、公共 の研究費を使った以上ここにまず登録しとけっていうふうに、なろうというふうになって、そういうふうな流れにはなってます。ですのでこれを知っといた方がいいと思うんですけど、基本的には海外ではもう最初から登録されてて、日本人は割とその論文投稿するときに登録して焦って登録することが多いんですが、自分のその論文出すまではこのホールドって、外に出さないようにできますので、早めに登録しておいた方が良いかと思います、焦らないために。でじゃあ登録ってどこでやるんですかって話なんですけれども、これは今までの その DDBJ の登録と同じで、塩基配列の登録と同じで、
日本では遺伝学国立遺伝学研究所の DDBJ がやってます。で、ですね、先ほどら言ってるように NGS のデータってものすごくでっかいので、まあ、海外のサイトとかにそういうデータをアップロードするのはものすごく時間かかるので、やっぱり DDBJ にやった方がいいし、 DDBJ だとこういうふうに日本語で書いてくれてます、できますし、日本語で対応してくれますので、ぜひこっちに登録するといいと思います。で、DDBJ でやっているシーケンスリードアーカイブは基本的にはものは海外、アメリカとヨーロッパと全部交換してて、3カ所で交換してやってるために中身は一緒です。中身は全く一緒なんですけれども、DDBJ のシーケンスリードアーカイブということで、 DDBJ の方ではこれ DDBJSRA とか DRA とかいうふうな言い方を、していることがあります、しています。ですので、でも名前が違うから違うものかというと同じです。シーケンスリードアーカイブ全く同じものです。でデータ交換してるから全く同じものが入ってきてます。で、DDBJ のウェブサイトに行くと、この登録検索っていうので出てて、登録っていう方を押すと登録のページが出てきて、それのどうやってやるかとかいうのも詳しい動画とかチュートリアルもありますので、これでやっていただければと思います。まあ、僕もすでに実は登録したことが自分でありますが、なんていうのかな、まあ、やり方は簡単なんですけど、なかなかこう1回目は慣れないと思うので、いろいろあると思いますが、向こうの DDBJ の人たちは丁寧に対応してくれますので、ぜひ論文出すだいぶ前からやっといて、論文出すときに見えるようにっていうふうにした方がいいかなというふうに思います。もちろんここからでもそのすでに DRA に登録されているものの検索っていうのはできるんですけど、この検索機能がなかなか使いにくいので、我々の方で DBCLSSRA という形で検索のサイトを作ってます。でゆくゆくはこちらと統合させようというふうに流れで今進めておりますので、これの検索がこっちに変わるんじゃないかなと、ちょっと近々変わるんじゃないかなと思ってます。で、じゃああなたのところの検索サイト何ができるんですかってことなんですけど、今までのその塩基配列のデータとだいぶ様相が違っててですね、どういう実験したかとか、そういう実験データに対するデータですね、で検索できるようになってます。もちろん今までのデータもそうだったんですけれども、塩基配列の、検索をブラストでやるっていう風な流れがだいぶできてしまっているために、なんか塩基配列の検索でできるんですかみたいなことを言うんですけど、NGS の解析は全部のデータを検索してますから、多分検索したらいっぱい引っかかってくるんですね。だから別にそんなことしてもあんまり意味がないと。なのでメタデータですね、実際のデータのデータで検索するようなことが多いんじゃないかなと思って、我々が作っているのは仕事の、統計、あとはどういう研究したか、先ほどら言っているゲノムの解析であるとかトランスクリプトームであるとか、そういうふうなものによる分類、あとはどんなシーケンスを使ったかと、あとはどういう病気に関係しているサンプルだったかというふうなものによる分類を作ってます。なんですけど、ちょっと最近新しいバージョンを作ってて、このニューバージョンと押すと新しいバージョンの方に行きます。もうすぐこれに切り替わると思いますけど、こんなんですね。基本的にはあんまし変わってなくて、仕事の統計で、どういう研究したことかの統計、あとどういうシーケンサーが使ってたことかの統計っていうのがこういうふうに得られるようになってます。でこのサイトなんですけれども、もう早速ようやくですけど実習の位置をやってもらおうと思います。で、ここでやるのは DBCLSSRA を使って興味ある NGS データを探しましょうってことですね。で DBCLSSRA なんですけど、ここに、ここにリンクがあります。ここから、クリックしましょう。クリックしてミークリックで行ってみましょう。こういうのですね。で、それでですね、ここで古い版でやってもいいんですけど、せっかくなんでこのニューバージョンでここにあるんで、これニューバージョンクリックしましょう。まだデータもらってない人、意外と早いな。こちら辺、真ん中ら辺にないようです。
はい。で、これがまあ今のその SRA の、 あのデータの最新版のやつなんですけれども、このまず上の部分ですね、トレンズ&サーチ SRA データっていうところなんですけど、これはまずその全体 の、 あのトップ5ぐらいが出てるんですね。なんだけど詳しいのがあの統計値で欲しいことがあります。その時はこのフォアモアディテールというのをクリックしてみましょう。皆さんもぜひご一緒に、一気にやらなくていいですけど、あのちょっとずつばらけながらやってください。一気にやるとまたこれもあの落ちるんじゃないかというふうに言われてますので、大丈夫かな。ちょっとこれは、はい、弱いかもしれません。まあでも多分大丈夫だと思います。はい。でこれがあの今のそのデータの状況なんですけれども、ですね、まずこのデータの状況を見てほしいんですけれども、このスタディタイプですね、ホールゲノムシーケンスが1番で、アザーが2番で、トランスクリプトムアナリスが3番っていうふうになってるんですけど、自分はこのホールゲノムシーケンシングとか興味ないよって言うんだったら、あの実はこれ消せます。でどうやるかっていうと、自分の欲しいこのデータ、この辺の詳しいとこ見たいっていうふうな時に、このまずトータルの番号がいらないよねと思うんで、ここにマウス入れて、マウス入れてじゃないな、このここですね、この図のこの三角、逆三角形を押すと下の方が出てくるので、このトータルはまずいらないですよね、飛び出てて。だからここをね、トータルっていうのを出して、ここでクリックします。そうするとこんなことが起きます。こうトータルがまず消えたんですね。で、あの1番のがこの、まあ、マウス入れると出ますけど、ホールゲノムシーケンスになったと。これでもまだホールゲノムシーケンスはちょっといらないなっていう時は、このまた三角形を押して、このホールゲノムシーケンス一番上ですけど、これをまたクリックします。そうすると消えます。でもやっぱりいるなと思うと、もう一回この消えたところをもう一回クリックしてください。そしたら戻ります。でまたこれクリックしたらもうあの消えますっていうふうに、実はこのグラフあのクリッカブルになってます。わからなかった人、あのもう一回あの言いますけど、この図は実はあのクリックするとあの消えたり消したりができるんですね。だから自分がこう見たいものだけを出すってことができます。それで本当はですね、この折れ線グラフは実はあの累積グラフなんですね。なんでかって言ったら、基本的にデータベースでどんどん登録していって、まあ、たまに消したりはレコード消したりはするけど、基本的には累積でどんどんデータって増えていくはずなんです。なんですが、これ見て分かる通り、えらいガタガタですよね。単調増加じゃない。どっか減ってるところある。例えばこの、だいだい色、あとこの黄色、RSX の黄色とか FGNX のだいだい色は、ある時ずっと順調に増えてきたのにドカッと落ちてますね。これなんでかっていうと、この分類がですね、あの応用がいろいろ増えてきて、あの分類が統合されちゃったんですね。でさっきから僕が言ってるその RNSEC なんですけれども、実はトランスクリプトアナリスはこの 黒線ですけど、 RNSEC っていうカテゴリーはやめてトランスクリプトシーケンスに入っちゃったんです。これだから、ほらここの下がり方とここの上がり方がほらほとんど一緒でしょっていうふうに、これ分類がある時変わったんですね。なんで変わったかっていうと、トランスクリプトシーケンスと RNSEC に RNSEC のデータが両方入ってるとあのややこしいということで、トランスクリプトムシーケンスに一本化されたんですね。で、RNSEC っていうのは先ほど僕が一番最初に言ったように、珍しい、今までよく分からなかったレアな RNA を見つけるというふうな解析で NGS を使うような名前で使われたんだけど、あの今の言葉の意味で RNSEC はその発現定量のカテゴリーだろうということで、みんなこっちに登録してきたんですけど、実際にはトランスクリプトシーケンスですということで、こっちにあのデータのキュレーションが入ったんですね。アノテーション、データはこっちですっていうふうに変更が入ったんです。ということがあったりして、あとはそうですね、倫理上の問題で、あのこのまま置いとくと人の個人、この人が特定されてしまうかもしれないということがあって、そういう時にこうやって減ったりしてるんですね。そういうことがあってですね、あの本来はデータがこれ単調増加になるべき、ものなんですけど、こう減ってることがあります。ですけどこれは累積グラフです。これは累積していかないといけないグラフです。そういうふうに今なってます。でまあ、こんな風にあのクリックしてあの減らしたりできるので、ちょっとなんか自分の、 あの興味のあるものだけとかになるように
してみたりとかしてみてください。あ、ですけどこのスターディータイプだけじゃなくて、この下のこの、シーケンサーの種類もそうです。例えばじゃあイルミナのハイセック2000が一番これ実は多いんですけど、ハイセック2000はいらないなってことでハイセック2000に消えてもらうと、こんなふうになります。で2位は何だろうって言ったらマイセックなんですね。マイセックは実はだんだんある時からマイセック発表されてずっと増えてきて、今は実は2位になって、総合2位になってます。まあこういうのをまあ出したり消したりできると。まあ、マイセック消すとだいぶこの辺の下の方が見えてくると思うんですけれども、まあ、面白いのはこっちのシーケンスプラットフォームでどういうものが今まであったかっていうのがずっと出てて、面白いところをお話しすると、ちょっと言ったさっき言った長読みのパックバイオっていうのが増えてきてるよっていうのはこれですね。この、パックバイオ、パックバイオ RS2 っていうのが増えてきててですね、これクリックすると多分何か出るんですけど、何が出るんやろ。パックバイオのデータだけは多分リストされると思うんですけど、そうですね、パックバイオ RS2 っていうのはこれ今よく使われている10キロぐらい読める長読みの NGS なんですけど、それのデータだけが、こうやって出るんですけど、みんなでやってるからちょっと出てこないんですけど、ラボを帰ってやったらすぐ出ます。ないね、ごめんねすいません出ないな、みんなでやるとやっぱダメだな。ちょっとすいません、バグレポートしときます。みんなでやると出ません。あ、出たか。あ、ノットファウンドとか言われちゃいましたね。ちょっとすいません。で戻ります、すいませんうまく出ないので、で戻って、はい、しましょうか。でまあ、こういう、まあ、統計情報がまあ見て NGS が今どんなのがよく使われてるかとか、それに今ちょっと出なかった、メンテナンスでちょっと出なかった、みんなでやったから出なかったんですけど、その、シーケンスなり生物種を使ったデータが全部クリックしたら出てくるっていうふうにもなってますし、こういう、フリーキーワードですね。例えばこういう何でもいいんですけど、自分の興味のあるテーマで書いていただければいいんですけど、例えばハイポキシアとかやると、サブミットコンディションというのをフリーのこのキーワードでやると、そのキーワードが含む実験条件だったものが取れます。でそれで興味のあるデータがあるかないかというのを見てほしいんですけど、ちょっと出てきた結果をちょっとみんなでやってみたいんですけど、ちょっと待ってね、出てくると思うんで待てば。それでですね、ちょっと今日タイムリーだったんで、ちょっと下の方の話をしておくとですね、空いた時間に、これパブリケーションっていうことで、下にはこのまあ結構有名な雑誌に出た NGS のデータがこうね、出るようになってるんですけど、まあちょっと撤回されたやつですね。今日ちょっとニュースに朝に出てたやつですね。あれが方のデータが実はあってですね、論文は撤回されたんですけど、データはまだ残ってるんです。これ実はここからクリックするとそのデータが実は取れるんですけど、まだ残ってるようです。これですが、ちょっと帰ってこないね。ちょっとみんなでやったからですね。ちょっとやっぱりみんなでやると攻撃になっちゃうみたいで、ちょっとすいません。帰ってこないですね。すいません。あかんな。じゃあもうこれはちょっと諦めてですね。この、で、本当にこう、本当見せたかったのは、この、出てきた結果は、出てきた結果はもちろんこの、シーケンスリードアーカイブのエントリーをが検索されてるんですけれども、それの中にですね、どの論文に出たかとかいうのが書いてあるんですね。で、そのどの論文に出たかというものが一緒に出てくるから、その論文が出てるものはその論文の ID が分かるし、論文にまだ出てないけどデータだけ登録されているのがいっぱいあってですね、それがまあ見えるというまあものになってます。で、その絵がこのフルパブリケーションリストとかいうここのリンクがあるんですけど、それをクリックして出てきた表とかで見えるんですけど、ちょっとみんなでやるとダメかな。あ、で、あれ出たかな。あ、出てます。あ、出てないわ。あ、出てないね。この下に本当は出るんですけど、ちょっとこけてますね。あー、ダメだな。ちょっとすいません、これもうちょっと
頑強なシステムにするように言っておきます。作ってる人間にちょっとね、本当はこの下にこの、ID とそのパブリケーションリストが出てて、で皆さんに知ってほしかったのは、非常に実はあの実験やってるのに論文出てないデータがいっぱい入ってるってことを言いたかったんです。これは何を意味してるかというと、実はあの論文、さっきも言ったようにそのグラントの制約であの論文になる前、もしくは論文にしなくてもデータだけは登録してしろよっていうふうに NIH の方ではなってるからです。なのであの論文にならなかったけど、そのデータがここに登録されてて、それをあの ID であの引用してこう再利用して自分の研究なんかにどうぞ使ってくださいってことを言いたいんです。ただそのここで出てきたデータでこうリンクしていくと、そのシーケンスリードアーカイブの方に行って、先ほど来言っているファスト Q フォーマットとか SRA の形式のデータにしかたどり着けないんですけれども、あのそれであの再利用できるという、まあ、入り口としてこれは非常に有用であるということが言いたいんです。あの R のデータあのまだコピーしてない人います？大体ありました。はいはい、じゃあどうもありがとうございます。そういうふうにちょっと今これサイトがあのこけてしまってて、ちょっとうまくいかなくて申し訳ないんですけれども、あの、ちょっとこれ帰ってからやってみてください。あの、みんなと違う時にやったらちゃんと動きますんで。あ、どうもありがとうございます。ありがとうございます。7つあると思います。ありがとうございます。はいはい、でここで実は言いたかったのは、この今のその SRA のデータっていうのはその実験のデータですね。データのデータ、メタデータに対してあの検索をする、こうテキスト検索とかなんか分類の検索をするかとかであのデータが見れるんですけど、つまりデータベースに登録されてあってもその辺がきっちり登録されてなかったら誰からも探されないわけですね。誰からも探されないってことはあのないのと同じなわけです。だからあの自分 その登録したデータも一回登録したら終わりじゃなくて、あのちゃんとあの、まあ、論文が出てからで結構ですけど、あのどういうデータで論文はこれだったとかいうふうに、これになりましたとかいうふうにちゃんとアップデートしていただいてですね、検索できるようにして、やるべきしてくださいと。そうじゃないと誰からも検索できなかったらそのデータは再利用されなくて、あのこれからの研究の発展には使われないので、あのぜひその辺は、まあ、あの人に使われてなんぼのデータと思ってくださいということですね。はい、でですね、はい、そういうちょっとこれ SRA ちょっと今動かなかったんで残念なんですけど、はい、でこの SRA のデータっていうのは先ほど見たようにあのエクソームのデータであるとか、RNSEC である、チップセックである、エピゲノムである、いろいろ入ってるんですけれども、いろんな NGS の全てのデータが入ってるのはこの SRA なんです。ですけれども実際に再利用したい目的っていうのはあのチップセックであったり RNSEC であったりっていうか、まあ、あの要するに遺伝子発現のデータであったり、そのチップセックによる転写制御の関係であったり、そういうものに、まあ、ある程度特化してるんですね。でしかもあの発現のデータに関してはあの今までの RNSEC、RNSEC だけじゃなくて今まで あのマイクロ RNA のデータの方が全然データ量が多いんですね。だからあのその辺は目的によってその NGS のデータだけじゃなくて古いデータとも、古いというか、まあ、旧来のマイクロ RNA のデータとあの統合して一緒に使うべきだということで、あのこっちとはシステムが似てるんですけれども、あの遺伝子発現のデータだけに特化したマイクロ RNA もデータを含めたこの、 あの AOE って書いてて、 All of Gene Expression の略で AOE って呼んでますけど、 AOE ちゃんも使ってあげてください。で AOE ちゃんはですね、あのこれは僕がやってるんですけど、あのやっている、まあ、プロジェクトなんですが、あの見に行くと AOE さんもこの似たような感じになってます。でこれもちょっと、まあ、みんなでやっていじめてやってください。あの動かなくなるかもしれないけど、僕は結構これ自信あるんですけど動かなくならないで、これは遺伝子発現のデータですね。で RNSEC だけじゃなくてあのマイクロ RNA のデータも一緒に足したあの数字になってます。で遺伝子発現のデータがどれぐらいこう登録されてるかというのは、これは今はあの、実験シリーズごとに出てて、サンプルごとじゃないんですけれども、実験シリーズごとでだいたい年間1万ぐらいのデータが登録されているよというのがこれの言っていることです。
でちょうど2015年でこれあれなんですけど、2015年まあ去年のやつですね、合わせてこれぐらいなんですが、まあ大体1万件ぐらい最近は発言のやつが登録されてて、生物種のランキングはこんなんですよって、データ数が多いものは公共の遺伝子発現データベースに多いのはこんなんですよって出てるんですが、下には実は実験手法別のランキングが出てます。でこんなふうに、赤系統の色がこれ RNA-seq です。で 青系統の色がマイクロアレイですっていうふうに、まあ、見て分かる通り、最近はだんだんマイクロアレイの登録数が減ってきて、RNA-seq のものが増えてきていると。でここのページに行きつけなかったかもしれないのでもう一回やると、この青いってですね、これですね、実習2のとこです。でじゃあちょっと、この青いをいじってみようと思うんですけれども、まずですね、これここもクリックできるんです。例えば人だけをクリックするとこんなことになります。なんか今変わりましたよね、こっち軸が今人のデータだけになったんです。これそこにマウスも足したかったら、これマウスをもう一回クリックするとこれで人とマウスになりましたっていうふうに、こんな使い方ができるのがこの青いの特徴です。でもう一回マウスクリックすると人だけに戻りますっていう、まあこういうインタラクティブなサイトになってて、でしかもここに書いてある通り年数をドラッグしましょうって、ここの年ですね、年をこんな感じでグイーッとここでスタートしてグイーッとやると、これで過去4年分だけとかが選択できて、で、まあ、数字だけ見てても面白くないので、ここで選択した項目でリストを表示ってやると、今選択しているものの、データがこんなふうに、出てきます。まあ人だけですよね、人だけ、まあ、そういうものです。で元に戻るには、この登録データランキングというのに戻る、クリックすると元に戻ります。あ、こういう、まあ、使い方ができるような、まあ、サイトになってます。まあ、全体の、まあ、登録数と、まあ、で、まあ、ここも同じでフリーキーワードで、こっちかフリーキーワードで、まあ、検索できるんですが、その前に、皆さんが多分気になっているこのNGS だけをするとどうなるかというのなんですけど、この手法別登録ランキングの下の方でイルミナだけをまずクリックして、もう一回 Other NGS のクリックすると、これが NGS のデータだけでイルミナ足すその他の、まあ、データの推移になりました。まあ2008年ぐらいから登録されてきて、今ではまあだいぶ多いし、まあほとんどがイルミナなんですけど、まあ、そういう、まあ、データのタイプになっているのがこれで分かるしってことですね。でまあこれもですね、ここでフリーキーワードで検索できるので、まあ、なんかキーワードで検索ってやると出るんですが、これどう、実はこの検索結果もグラフィカルになってて、ヒストグラムになってます。これでハイポキシアってやって、マイクロアレイと RNA-seq 両方含めたものの中に年度別の、まあ、データには年が必ず登録された日が書かれてますから、登録された日ごとにどういうデータが多かったか、まあ、NA というのはその登録された日が書かれてないってやつなんですけど、それ以外の、ものはこんなふうにだんだんちょっと増加傾向にあって、でどういう生物だったかっていうのも書かれて、ほとんどがまあ人なんですけど、でどういうプラットフォームの実験だったかって見ると、一番多いのはアザーマイクロアレイで、2番目がアフメトリックス、3番目がアジレントで、イルミナアザー NGS になってるんですけど、これはだから NGS のデータが実はまだまだ少ないってことを言いたいというか、見て分かるようになってるんですが、まあ、こういうふうになってます。でこれもこれで例えばこういうのでアザー NGS のところだけを、選択した上で、選択した項目でリスト表示ってやると、その今見ているものだけの、リストが得られます。これだから、ハイポキシアで検索した上に NGS のデータだけだった、ここに書いてある通りシーケンシングアセって書いてあるんですけど、これがまあトランスクリームシーケンスのことですけど、そういうデータがどういうものがあったかっていうのがこう一覧できるようなまあサービスを作ってます。これが青いですね。ちょっとまだこれも今ベータ版で、まだまだこれから変えていこうと思ってるんですけど、こういうものになってて、でここの1個ずつをクリックすると実際の、マイクロアレイのデータベース
まあ、マイクロアレイのデータベースと言いつつも RNAseq も入ってるんですけど、それのまあ該当するサイトにこうやってジャンプするようになってます。これですね、アレイエクスプレスってところですけどに、まあリンクするようになっています。はい、こういう感じのまあ検索ができると。ぜひこれもよかったら使ってください。はい、でそれがまあ青いですね。でまあこれも使い方ちょっと統合テレビがあるんですね。はい、それでまあ今はこれデータの探し方だけをずっとやってきたんですけど、まあ先ほどら実は何回も言ってますけど、自分で生データをこう言ってシーケンスのデータまでたどり着いて、それを配列解析してやらなくても NGS のデータは使えるよって話ですね。すでに解析済みのデータを使いましょうということ で今も配りしたのも解析済みのデータですけれども、その解析済みって言ってるのはただ単に重い計算をやったというだけの解析であって、その論文に出せる図がもうで作られている解析済みではありません。でそのでそういう一番重い部分をやっただけのデータをもらって、自分でこう必要な解析っていうのをこのパソコンでやるっていうのが今後必要になってきますので、ぜひそういうものに必要なものっていうのをちょっと今からお話しますので、ちょっと一緒にやってみたいと思います。それでまあ先ほど来というか昨日今日とずっとやってるこのゲノムブラウザーのトラックっていうのは、その NGS のデータの再利用の最たるものですね。まあ、さっきもやりましたよね、昨日もやったし今日もやったと。でゲノム配列に付与されたデータの閲覧する際の基本中の基本で、まあこれが一番まあなんていうのかな、実際のゲノムのどの位置に何があったかっていうのを見るのには一番原始的なやり方というか一番普通のやり方で、普通はもうちょっとこれよりなんか、丸めたっていうか、もうちょっとさらに解析したデータを見て、そこから本当これ本当っていうのを見るときにこのゲノムブラウザーに立ち戻ってくるというのがまあ普通かなというふうに思います。でですね、実は昨日小野が説明してくれましたレフェックスの RNAseq とファントム5ケージのデータに関しても、実は RNAseq のデータのまあ一つでした。でああいうふうに遺伝子ごとにまとめちゃうと、もう実は NGS のデータだったのかどうかってなかなか分かりづらいと思うんですが、実はあれは NGS のデータの利用例です。でまああれも使い方もまあレフェックスにありますので、あレフェックスじゃない、レフェックスの使い方も統合テレビで作ってありますので、これもまた復習に使ってみてください。でこれ3番目、先ほどご質問いただいたやつ のもので、これも実習やるんですけど、そのチップアトラスってやつです。これも基本的にはその先ほど言ったようにゲノムブラウザーで見ればいいやないっていうのが一つなんですが、ゲノムブラウザーで見る前にですね、どういう制御関係があったかとかいうのが、まあ、見たいわけですよ。でそれをまあ見るための、ツールですね、公共のデータベースでチップセックだって言われているものを、さらに最初にもう計算しておいて、置いてそれをまあみんなでこうブラウザーで見て解析に役立て、自分の研究に役立てられるようにしてあるのがこのチップアトラスで、これ、割と最近公開されてですね、使えるようになってるんで、今回これ多分講習会初なんですけどやりますので、じゃあ一緒にちょっとここに書いてある実習やってみましょう。でチップアトラスのサイトってここにの、ここに行けばあるんですけど、こんなんですね。はい、実は九州大の沖さんという方がもともと作られてたんですけれども、我々の DBCS の方で、まあ、データの解析とかこのブラウザーをウェブサイトを作るのをお手伝いしました。で一緒にやってます。でで、いくつかこれ4つサービスがあるんですけれども、全部紹介したいんですが、とりあえずこのターゲットジーンとコーローカライゼーションの方をまずは見たいと思います。でじゃあどういうものかというんですけれども、まずターゲットジーンですね。ターゲットジーンっていうのはこれある、まあ、遺伝子、まあこれ抗体があるやつですけど、それを選ぶとそれのまあターゲットの遺伝子がすぐ見えるというやつですね。細かいなと思うんですけど、これやってみましょう。ターゲットジーンクリックして、なんか
好きな遺伝子入れてほしいんですけど、これあのアンティジェンなかったら出てきませんので、割と有名な遺伝子しか多分ないと思うんですけど、全部の遺伝子は尽くしてないと思うんですけど入れます。まあ何でもいいですけど、皮膚アルファにしようかな僕は。はい、入れます。それでもう何にも考えなくていいです。デビューポテンシャルターゲットジーンってやります。そうするとこんなあのヒートマップの図が出てくると思うんですけど、これは MAX2 で、計算した時のバインディングスコアが、1000点満点で出てて、まあ、1000点になるほどバインディング強かったというようなのが、出ててですね、まあ、こんな風にターゲットジーンがここにザーッと出てると、こういうのですね。こんな感じですかね。よく僕は何あの前に使われてたサイトがどういうのかわからないんですけど、これですね。でここがまあアベレージになってます、アベレージになってるんですが、ここのデータ、どういうデータを計算したときにどういうスコアだったかっていうのの、分布はここのに出てます。で元のデータはこれ SR なんとかって書いてるのは、これ SRA のこの、実験エクスペリメントの X の、 あの ID で、まあ、どういうあの細胞を使ってマクロファイ使ったとかヒューベック使ったとかなんか書いてあるんですけど、それの実験で、やった時の、まあ、皮膚1アルファの電子がくっついたものがどうだったかと、皮膚1アルファのすみません、あの転写因子があのこれの上流にくっついたっていうのが、まあ、出てるんですけど、上流って言い出すと1キロですか何キロですかっていろいろ問題になると思います。今何にも言わなかったんですけど、実はデフォルトだと1キロ出てます。転写開始点からプラスマイナス1キロで、この辺であの細かいパラメーターが変えれるようになってます。5キロにするとか10キロにするとかで変えると、まあ、もちろん結果もちょっとずつ変わるんですけど、こんなんですね。5キロだとなんか少ないですね。やっぱり広げると、ね、優位なものが逆に出なくなるというか、そうなんですかね。まあこういうあのターゲットジーンを探すというサイトは ありますので、自分で MAX2 を全部取ってきて計算しなくても、もうここですでに計算してあるのが見れるのでやってください。まあ私は人じゃないっていう場合はマウスでやりたい人はマウスでも当然同じようにできます。 HIF1α でビューターゲットチームやると、まあ同じように出て、エンドラーゼの位置はさっきの人でも上がってましたよね。まあ、割と人と似た結果が出てるんじゃないかなというふうに思うものは、まあ多分当たりなんでしょうねっていうような、まあこういうあのサイトがあります。ここではちょっと出てないんですけど、これか、一番右のカラムはこれなんかストリングって、あのタンパクインタラクションのデータベースありますけど、あれの当たりっていうか、あそこで言っているものの当たりがあるとこんな風に出るようです。それも一緒にまあ出しているというのも一つのこれ売りだと思います。はい、これがまあターゲットジーンという方で、もう一個コーローカライゼーションの方をやりたいと思います。なんでこの2つやってるかというと、これウェブ上で簡単にできるからです。それだけです。この辺はちょっとこっちはウェブでもできるんですけど、こっちはちょっと後でやるんですけど、後で僕がやってみせますので見てほしいんですけど、ちょっと特殊なソフトのインストールが必要なんで、今はちょっとやってません。でコーロカライゼーションの方をちょっと見てみたいと思います。コーロカライゼーションはもう読んで字のごとく、その2つのタンパク質が同じところにくっつきそうというのをまあ予測するというものだと思います。プレディクトコーロカライゼーションパターンオブ TF、 まあ転写因子をでだからまあ主に考えているので、転写因子しか、まあ、もちろん無理なんですけど、まずはここでアンティジェンを選ぶ、まあ何でもいいですけど、まあ HIF1α またやります。で細胞のタイプ選んでくださいって言うんですけど、まあ最初はちょっとこのブラッドが選ばれているからブラッドでいいと思います。でビューコーローカライゼーションデータってやると、コーローカライズしていると思われるパートナーの、はい、遺伝子の、 タンパク質がざっと出ます。まあ、P300 ですね、これ。P300 と EPAS1、これ HIF2 のことですね。っていうのが、まあこんな風に MIC とか自分自身ですね。っていうのが、どういうセルタイプでひっついてたか、コーローカライズが観測できたかというのが、このようにざーっと出ます。まあ、
どう解釈するかというのはもちろんいろいろあると思うんですけれども、まあ、公共のデータベースから解釈した結果はデータ解析して出している結果はこうですということです。ここからどう議論するかというのはもちろんそれぞれの人の自由だし、まあ、これを使う使わないはまあそれぞれにまあ委ねられていると思います。でこれもいろいろパラメータがあって、さっきはブラッドを選んだんですけど、例えばその同じブラッドを選んですけど、今度はキドニーと違うあのセルタイプを選ぶと全然狂気している遺伝子が変わってくるということを言いたいんですね。ヒフンアルファだったやつがこれあのヒフンアルファのターゲットでキドニーでやるとアルントになると、まあ、これはもちろんヒフンのあのベーシックヘリックスあの転写因子のこのパートナーとして知られているやつですね。これだからこれはポジコンみたいなものです。あとはこのヒフ2として別名で HIF2 で知られているEPAS1とかね、まあ、そういうのがまあコーロカライズしそうっていうのはまあまあ妥当な結果ですよね。まあ、そういうのがまあこうやって全部出てきて、まあパートナーとして一緒のところにコーロカライズしている転写因子のまあリストっていうのは、今までのそのデータの中から集合値的にこういうふうに分かるというのがまあこれの特徴で、まあ参考に使っていただければと思います。これも本当出たばっかりでまだ本当公開したの確か先月だと思います。分子生物学会の時だと思います。ですので割と新しいツールなんで皆さんがぜひ使っていただければなと思います。でこれの、使い方、今僕はすごく簡単にしか言わなかったんですが、ここにムービーってありますよね。ムービーってでこれクリックすればあのこの作られている方が作られているムービーですねがあの見えるから見えると思いますので、ぜひそっちも見てやってみてください。それで、まあ、これがコーロカライズですね。で、ピークブラウザーの方ですね。これは実際にそのチップのシーケンス のピークがどこにあったかっていうのをゲノム中でのブラウザーで見るっていうものなんですけど、このサイトでは UCSC のゲノムブラウザーとか使ってなくて、IGV っていうあの自分のところで、ローカルにインストールして使うこういうあのブラウザーがあってですね、あの NGS のデータを自分のところで持ってるものっていうのはこの IGV を使って見るビューアーを使うってことが非常に多くなるんですけど、それの中で見ますっていうのが、実はあのこの機能としてあります。でこのピークブラウザっていうのはこうなんですね。であの実際に今ちょっと試しにやってみますけど、あの転写因子ですね、 TF&Others っていうので、例えばアディポサイトでスレッショールド、まあ、50、まあ、デフォルトでいいですでやって、このビューオン IGV ってやると、この IGV っていうプログラムを起動しておくと、これを押したら IGV の方に情報がいって、今指定したあの情報がここに 入るんですね。面白いことに。で今入ってるけど、これ、染色体の番号みたいな通り全部 の染色体が今一気に表示されているので、何が入っているかもようわからない状態なんですね。でそれをまあ拡大していくんですけど、まあ今転写因子でアディポサイトで見たので、ピーパーガンマーとか見ればいいと思うので、ピーパーガンマーをサーチしてみたいと思います。ここでできるんですけど、ピーパー G、 ピーパーガンマー、これは脂肪細胞のマスター転写因子で知られているやつですね。ピーパーガンマーってやると、これピーパーガンマーがあのコードしているところがあの UCSC のゲノムブラウザーのように見えて、でこれもあのでそこにあのくっついてたあのピークがあったあのデータがどんなのがあったかというのは、これマウスでこれインすると全部見えると。でこれも一緒で、ちょっとこうやってこの辺が面白いよねみたいなんで、こうやってやることもできるし、これドラッグするとこうやって動かせるし、こうやってどんどん拡大していって、もっと精度の高いデータを作りたいってやると、こういうのであのやっていけばあのできます。でなんでこれ、今回やらなかったかというと、ちょっとこれ Java のアプリケーションですね、これ IGV って。であとこれライセンスがちょっとあのややこしくて、あの個人でダウンロードしてこないとダメで、あのちょっとあの皆さんのに入れるとまたライセンス違反とか言われるので、やらなかったんですけど、自分であのアカデミアの研究者が自分でダウンロードしてきて自分のに入れて使う分にはいいんですけど、その際に個人情報が抜かれるんですね。あのメールアドレスとかそういうのをよこせって言われるので、あの、それは自分でこれダウンロードしてきて、これをインストールすればこのチップアトラスのこの、
こういう機能は使うことができますので、アディポサイトのところに CTCF がこうあったとか、これなんだろうな、まあ、知らないけど、こういう、まあ、転写因子の、がくっついて、それのピークがチップセックの解析でやったらここにピークが検出できましたというのがこのやつで、もうそういう計算を自分でしなくてもこんなんが 見えることが見れると KRF11 ですね、まあ、そういうものが、まあ、こんなふうに見れるし、どこでも自分たち の興味のあるものをどんどんここに足していってですね、 IGV っていうのを足していけば、例えばブラッドとかかな、ボーンでいいかな、ボーンとかでまたこれ IGV8 ってやると、もう一個これが出てきて、今ボーンの方が出てきて下に追加されます。今ちょっとデータの転送が遅いのでちょっと間に合ってないんですけど、転送されるとここにもう一個下のトラックが追加されて、さっきのアディポサイトの方だったけどボーンの細胞でやった結果が一緒に出てくると思います。でこういうふうなのが、まあ、使えるので、まあ、ぜひ自分でこういう本買っていきなり解析するって考えないで、こういうようなデータがありますので、こういうのを使ってみてください。特にチップセックやりたいって思っている方はこれをチップアトラスを使うと非常にいいんじゃないかなと思います。で、まあ、もっとこういう機能があった方がいいのにっていうのがあったら、もっと作者さんたちに、コンタクトすると、コンタクトアスって書いてますので、メールすると喜ばれるんじゃないかなというふうに思います。まあ、運良ければ足してくれると思います。はい、こういうやつが実習の3だったんですけど、で最後の、もう一個のやつはちょっと自分でやってみてください。インシリコチップってやつですけど、これ自分のデータをアップしないといけないんですけど、自分であったデータをアップしてそれと一緒に高ロカライズするようなものを探すとか、確かそういうやつだと思います。あ、違う、プロデクト、あ、タンパク質を予測すると、ここのある領域に、あるもののデータを予測しましょうっていう、自分のデータをベッドフォーマットのデータをアップして確かやるんだったと思うんですけど、ちょっと僕もこれまだ調査しきれてないので、ここの部分だけちょっと今回は紹介させていただいて、皆さん使ってくださいというふうに思います。はい、でいよいよ最後、今のお配りしたデータをやろうかなと思いますが、これ実は弘前大学でやった講義 の講習と同じな、同じっていうかやってることは同じなんですけれども、実は皆さんにやってもらう環境がだいぶ違うので、どういうことが起こるかちょっとわからないから、ちょっとビクビクしてるんですけれども、R ですね、 R の使い方をやろうというものになってます。でお配りしたものもものすごくでかいデータだったんですけど、それはちょっと実習の後の方で出てくるものでなんです。で R バイオコンダクターなんですけど、まあ、ゲノムの解析にも使われるんですけれども、普通にこういう主成分分析ですね、よく聞くと思います。これ主成分分析っていうのは、このプライマリーコンポーネントアナリスって PCA ってよく呼ばれるんですけれども、まあ、PCA のやり方とか僕自身がブログ書いてて、そういうのに見ていただけるともうちょっと同じことが書いてあるんですが、まあ基本的にはこれ R を起動して今のお配りした中に入ってたR のコードを実行するということになります。ですが実はその R のコードはここに、ここにも書いてあります。なの で本当に必要なのは、実はこのコードを実行するときに使う発言データです。で発言データは今お配りした中にあって、 rma.text.zip という形で入っていると思います。これは zip になっているので、まず回答してほどいてください。ダブルクリックしたら多分ほどけると思います。やりましょう。これは一気にやっても大丈夫です。なぜかというと、それぞれのパソコンで皆さんが持ってますので。で僕が持ってないに買ったりするよね、これね。あ、持ってるか、あったか、すいません僕まだコピーしてなかったんです、すいません。まずは、回答してください。で、そしたら、ですね、R を起動したいと思うんですけど、R っていう方を起動するんじゃなくて、
R スタジオっていう方が入ってると思うんですけど、これですね。これをダブルクリックして起動してみてください。あれ、こっちかな。出ました。どうですか、出ましたかね。ちょっと今回答してます僕。あ、こんなんが出るからこれを多分ここに入れればいいのかな。なんかちょっと ZIP のツールダブルクリックしたらなんかこういうのが出て、これを展開すればいいんですが、まあ展開とかボタンめんどくさかったらこれを開いたやつをここのダウンロードってところにここに入れると、あの出てあの回答されると思います。 2.3 メガだったのが5.2メガになるよっていうのがこれ の, あの圧縮のいい点です。圧縮ほどけない人います？大丈夫ですか？できますか？まあできるんですよねきっと。でこれで R スタジオっていうので、これちょっと R の使い方の、非常に基本的なところをあの主成分分析でやってみたいと思うんですけど、実はこれあのお渡ししたのってこれアフメトリックス の, あのマイクロアレイのデータをノーマライズしたやつです。でこれ RMA って書いてあるのはそのアフメトリックスのマイクロアレイのデータのノーマライズ手法で今一番多分よく使われているやつです。詳しくはちょっと今言いません。あのノーマライズされたデータでそれをあのサンプル方向にあの解析したいと。もちろん遺伝子の方向で解析してあの似た発現パターンしているものとかも大事なんですが、よくやるのは複数の実験やってそのサンプル同士の関係がどうだったかっていうのが、まあ、知りたいわけですね。それをやるため の, あの R のコードっていうのはこれになります。こんだけです、はっきり言って。これ、1行ごとあの日本語 の, あの解説をが書いてますので、あの本当は、プログラムだけだとあの半分の長さなんですけど、まあ、こんなものになってて、まあ、わずか、1,2,3,4,5,6,7行で、実はできちゃうんですけど、これをやるときにちょっと大事なのはこの、なんかエラーが出る人ってこう言ってますけど、これをね、まあ1行ずつ入れていけばいいんですけど、もしくはもうさっき の, あの慣れてる人はその R のこのファイルを一緒に置く場合したものもあるんですけど、それを一気にあの実行してもいいんですけれども、多分いきなりやるとこれ失敗します。なんでかっていうと、この RMA.txt って今回答してダウンロードホルダーにあるっていうのは皆さんは知ってるんだけど、コンピューター知らないんです。で、コンピューターはいきなりこの R スタジオを起動すると、コンピューターはその自分のホームディレクトリーと呼ばれるところが多分あのもしくは自分で設定したところがあので作業してるもんだと思ってるんですね。なのでコンピューターに今の作業ディレクトリーはダウンロードですよ、ダウンロードホルダーですよっていうのを教えてやらないといけないんですね。で、それをやるんですけど、それをちょっと一緒にやりましょうか。これが一番多分 R を使う上での鬼門です。で、これでどうやるかっていうと、どうやったかな。これですね。セッションってあります。で、セットワーキングディレクトリーってあります。で、チューズディレクトリーって選んでください。で、これでダウンロードを選んでください。これダウンロード A。で、これでフォルダーの選択でやってください。これで OK です。簡単でしょ。これをまずやっといてください。これをやっとかないと、この後のコードは実行できません。じゃあなんでテキストに書いてないんですかって言うんですか、いいんですけど、すいません、あの間に合いませんでした。あのここの環境よくわからないで来たので、こっちに来てからこれまだテキストを書くことができてなかったんで、あと実を言うと、あのそれぞれの人ごとにあのこれが実はユーザーの番号が違ったりするかもしれないので、あの今の操作でやってください。でこれは実は自分のプログラムでやるときも一緒で、その何か解析したいデータがダウンロードしてきてどっかのファイルに保存してあるといったときに、そこを動かさないでこのワーキングディレクトリだけ変えてやればこういうコードでいつも使えるというふうになってます。まあ、そんなん言われなくても知ってますかね。大丈夫ですか。じゃあこれで1行ずつ貼ってってやってみましょうかね。まだ時間あるようなんで。じゃあ
本当はこれシャープから始まるのはコメント行なので、別にこれも一緒に貼ってももちろん問題ないんですけど、まあ、問題ないから問題貼ってみましょうかね。一緒にこれで反転してコントロール C でコピーして、ここでコントロール V でペーストします。えい、で何も言わなかったんですけど、ここの右のところにコンピューターさん読み込んだんですけど、ここに何か出てたら正しいです。24,123 オブスオブ12バリアブルズって書いてあって、これは実はあの遺伝子の縦方向が 2万行ぐらいあって、横方向に、12ぐらいカラムがあったよって意味なんですけど、こんな感じに出ました。そしたら正しいです。読み込めてます。はいはいはい、やりましょう。一緒にやりましょう。はい、セッション、セッションってあるよね。セッションの中にセットワーキングディレクトリーってありますね。その中にさらにチューズディレクトリーってありますね。そこでダウンロードを選んでフォルダの選択。はい。あ、でもデータ、あ、はいはい、大丈夫大丈夫、はいはいはい、それでいいです。それで、はい、さっきの一番もうこのテキストの方をお渡ししたファイルを使ってもいいんですけど、お渡ししたファイルは全部入ってるので、ここをコピーした方がいいと思います。あの、ワーキングディレクトリーセットできない人いますか？大丈夫ですか？あ、大丈夫。あ、はい。やりましょう。ここが一番ね、あの大事なんですよ。これ覚えて帰っていただきたいんで。はい、はい。あ、どこでもいいですよ。うん、どこでもいいです。いいんですけど、それを。そうですね。はい、もう一回こうやると上書きされますんで、はい、大丈夫ですよ。あのどこにダウンロードしていただいても結構なんですけど、その自分のダウンロードしたところをやりましょう。何もせえへんかったら多分うん、そうですね、ユーザーのそこでのダウンロード、あ、それでいいです。そこでいいです。赤フディフじゃなくて、このダウンロードの方でいいです。あ、ダウンロード、そこだけ、そこのダウンロードって選択してフォルダー選択、それでいいです。それで大丈夫だと思うんですけど、それでもう一回一番データなんとかって書いてるあの行をやって、ここに何かが出てきたら正しいんですけど、はい、それですね。それをその行をコピーしていただいて、コピーしてペーストしていただいて、リターン、あ、でもなかったですね。あれ、なんかおかしいな。あ、ここのなんかこれPDF になってますよね。この PDF にするときになんか変文字がおかしくなってて、でよろしければ実はあっちの方を見てほしいんですけど、アジャックスのこの、はい、ブラウザーの方からコピーしてください。PDF もし版をお持ちの方とかは、PDF じゃなくてブラウザーの方でやってください。なんか PDF でやるとなんか変な変換がされててですね、うまく動かないことがあります。あれ？あ、それは正しいんですけど、なんででしょう。このディレクトリーが指定が間違ってますかね。このディレクトリに、あ、これを、あ、まずですね、この rmed.txt っていうのが回答されてないんですよ、それ。あ、そうですね、それを、あ、それはいいです。ちょっと戻っていただいて、これ今ダウンロードしてきたやつが zip で圧縮されてるんですけど、これをほどく必要があって、これ展開ってあるんで、展開って押してください。それで OK で、これもう閉じて大丈夫です。そうすると、さっきの、あ、大丈夫です。今ので大丈夫なんですけど、ちょっとダウンロードしてきたフォルダを開いていただけませんか。そこにありますよね。でもう一回同じコマンドをやってほしいんですけど、これ上矢印でさっきのが出ますん で、これでリターンってやると、ちょっと待ってて、出ましたね。いやいや、回答できてなかっただけです。だいたいいいですかね。できた方はもう次のやつをどん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 こうペーストしてやっていってみてください。
次はこの、主成分分析のを実行するってやつなんですけど、主成分分析は実はこの R の関数でこの PR コンプってやつなんですね。で今のでこのデータっていうオブジェクトにあの RMA.text っていうのを全部入れてあるので、こういうふうなあのおまじないをすると PCA が実は実行されます。こうやってやると、そうするとなんかこういうふうになんかデータ .pca はなんとかなんとかで出てきたと思います。これがあのもう主成分分析は一応もう R の中でこれもやっちゃってるんですね。これはあのこの行をどんどん一個ずつ一個ずつコピーしていってください。そうするとあの説明の通りあのできちゃうので、どんどんできる人はどん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 やってみてください。あ、すいません、ありがとうございます、サポートありがとうございます。で一個ずつやっていくと、まあ、名前を得るとかでなんか出てくるんですけれども、今はコンピューターの中ではもうシステム分析されてしまってるんですけど、それがまだ人間が見える形になってないからよくわからないんですが、こうやっていくとこの4行目で初めてこうやって出てきます。これはまあ PCA のスタンダードデビエーションのこれインデックスが出てるんですけど、まあそれはまあそれでよくて、まだちょっとよくわからんなって感じだと思うので、どんどん進んでください。で行列を転置して、で PCA の結果をプロットします。プロット、そうするとこういうふうにプロットが出てきて、なんか横が第一主成分、縦が第二主成分みたいなんで、こうやって出てきてそれらしくなったんですけど、これでまあラベルに色をつけましょうってことで、ちょっとこれはあのブラックボックスですが、まあこういうのでやると色がつくとっていう、こういう結果になるんですけど、これが主成分分析のやった結果です実は。でこれもう本当なんかラベルがこれ気持ち悪いというか大きいから、ラベルがの字が大きいので、あの非常に見づらいですけど、でも基本的にはその お渡ししたあのマイクロアレイの、これはゲオの中にあるマイクロアレイのデータですけど、繰り返し実験のうち同じ色は同じ、これ繰り返し実験だったんですけど、同じ繰り返し実験は同じところに出てるっていう、まあ非常に至極当たり前の結果が出てるというあのものです。まあ、主成分分析をやるとこういうふうに出てくるんですけど、まあ、なんかこれはラベルが気持ち悪いなと思うかもしれないですけど、まあ、これはまあ、あの後で直せますので、あの基本的にこういう短いコードで主成分分析が全部できるし、あのちょっと設定次第でこの辺の書き方が変わっていくと、変えられるということです。すいません、ありがとうございます。あの分からない方とか、なんかご質問のある方言っていただければ、まだ参りますが、ありがとうございます。はい、あ、こっちですね、これですね。でシャープで書いてあるところはさっきも言いましたがコメントなので、別にこれはあの皆さん見やすくするために書いてあって、これでこれも一緒に貼り付けていただいても実はちゃんと動くんですけど、一行ずつ僕今コピーして やってみせましたけど、本当はこれ全部コピーして全部貼り付ければ一気にこれ処理しますので、そういうふうにもできます。でもそういうふうにするとどっかで間違えたときにどこで間違えたかわからないから、一行ずつ一行ずつ文字付き運転をしました。まあこういう操作で今やってるんですけど、このあの PR コンプっていうあの主成分分析の関数自体はこれ R の関数で、バイオコンダクターの関数ではなくて、あの R をダウンロードしてきたら最初からこれはあのビルドインというか最初から入っているあの機能でして、あのすごくこれはあの便利で、あの、速度も非常に速いので、あのなんかそういう、ものの、あのソフトを買わないとできないんじゃないですかって言われるようなことがこういうふうにあのできるようになってます。なのでまあ、本当このコードだけでちょっと直すだけでいいです。あの多分ファイル名とこの最後のラベルの付け方ですねだけ変えれば、あの実はすごい使えるんですね。僕もこれで何回も何回も書いてきました。はい、まあ、こんなんで R をちょっと使ってみようというんですけど、大事だったのはこのセットワーキングディレクトリーコマンドで教えるという。でまあこのセル .gz っていう、あのこれあのアフメトリックス あのマイクロアレイの結果だから、セルファイルっていうのが、しかもそれを圧縮した gz っていう、あの gzip っていう圧縮フォーマットで、あの圧縮した形式のファイル名の名前がこれ、そのサンプルの
ラベルになってるんですけど、こういうのなんかもうちょっとセル .gz はいらないな、消したいなとかいうときにどうしたら消せるかっていうのはちょっとこれは今消せばいいんですけど、その消し方はここに僕のブログに書いてあるんで、ぜひまあ見てやってください。それより今日はちょっとせっかく NGS の話なんで NGS のことをやろうと思います。で NGS の今配ったデータなんですが、配ったデータを一緒にやろうと思います。これはカフリンクスっていうプログラムをかけた時の最後に、そのカフディフっていう名前の通り、カフリンクスの中のディファレンシエーションをやる、まあ要するに NGS で RNSSEC やった時に差分、発言データの差分解析ですね、やってるものです。で今お渡ししたデータはここの本でやってる例にやってるもののそのデータそのものです、実は。なのでこれ見ていただくとどんなデータだったか分かるんですけど、確かこれ、どういうデータだったか最初にやっぱり言わないと燃えないと思うので、これは人の、ES 細胞の分化する過程を測ったやつの RNSSEC ですね。でそれで何日目か何どうかっていうのをどんどん時系列で測ったデータが、多分 5個か6サンプルぐらい入ってたと思うんですけど、それ の, RNSSEC のデータを皆さんにもう解析済みのやつを、要するに重い計算だけしたやつのものをお渡ししてます。それで、それでですね、まあ実習の5をやるんですけれども、まあ一回このさっきのが残ってるので一回閉じてですね、また再起動してみてください。あ、これなんかセーブしますかって聞いてくるんですけど、まあ、セーブしなくていいです、ドンとセーブで。でもう一回これ、R の方じゃなくて、R スタジオの方再起動してください。で、さっきと同じでおまじないでセットワーキングディレクトリーでやっぱさっきと同じのをちょっとしといてください。ダウンロードのここでいいです。カフディフ選ばなくていいです。ここを今ダウンロード選んだ時点でいいです。さあそれでやるんですけど、まずこれみんなでやると多分まだ変になるかもしれないんですが、まずはそのバイオコンダクターっていうのを使うので、バイオコンダクターを使う呪文を唱えます。それがこの行ですね。このブラウザーのこの資料の一番上にあるこのソースバイオコンダクターオルグバイオシーライト .R ってやつですね。これをもう本当コピーしてこっちでペーストしてください。そうすると何事も起こらなかったかのようにこうやって出てくると思います。バイオコンダクターですねって。でこれでカマーバンドっていうそのプログラムを、インストールするんですけど、これも呪文でバイオシーライトのこのカマーバンドっていうこのコマンドをコピーして実行してください。でこれは実は皆さんのやつはまだインストールしてないので、多分いろいろインストールをやるって聞いてくると思うんですけど、僕のは実はこれインストールしてあるのであんまり何も言ってこないんですが、おそらく何か言ってきたら言ってきましたかな、皆さん何か言ってきました、何かいろいろ始まったと思います。それほっといてください。これいっぱいいろいろなこのコアマーバンドを使うためのさらに必要なプログラムがいっぱいインストール自動的にされてます。なんかプロンプトされたら、要するにどうしますかとか聞いてくると思うんですけど、そうされたら言ってください。多分こんなことを言ってくる場合もあると思います。君のアップデートしますかって言ってくるんですけど、まあ時間がある場合はアップデートしててください、オールで。これは僕は実は過去に1回インストールしてるから、皆さんのと同じように全部をインストールするんじゃなくて、アップデートのあったものだけをインストールしますっていうふうになります。そうするとこんなふうに終わるんじゃないかなと思います。ちょっと時間かかると思うんですけど、まあ待ってたら動くんで待ってください。なんでかっていうと NGS の解析なんていうのはデータ量でかいんですぐに終わらないんで、はい。それでですね、でこれができたらいよいよ次はそのカマーバンドっていうプログラムを呼び出します。これは呼び出し方このライブラリーっていうこの
おまじないでやります。もう書いてある通りです。この本当、1,2,3,4,5 行入れるだけです。準備としては。で、ライブラリーで呼び出します。そうするとこうやってなんかいろいろ言ってくるんですけど、カマーバンドっていうプログラムを今、呼び出しているところです。うん、基本的にダウンロードが終われば自分のパソコンだけの作業なんで、これはみんなでやったからといって何か起きるわけではないです。全てデータは自分のところにあるので、何かあったら言ってください。ついていけてないとか何かいろいろあったら言ってください。はい。でまたこのこういう不等号のマークが出たら OK ってことで次に行っていいよって意味なんです。でできたら次はこの caf.dir に cafdiff っていうので、これ今セットワーキングディレクトリでワーキングディレクトリを指定したと思うんですけど、それは cafdiff っていうファイル、フォルダーを含むディレクトリを指定したんですね。今のはダウンロードってやつ。それでよくて、そこにある cafdiff っていうフォルダーを読み込みますよっていうのがこれですね。このコマンドです。これをまたやっぱコピーしてこっちで、ペーストしてください。そしたらこんな風にすぐ出てくると思います。でも本当は実はこれ初めての解析だったらこれすぐには返ってこなくて、これの解析用の操作をですね延々やります。でこれをやると割と時間かかるので、実は皆さんにお配りした中には解析済みのキャッシュを入れてあったんです。だからでかいんです。だから1ギガぐらい、それだけで1ギガぐらいあったんです実は。それが入ってるからここまで来れば一瞬で終わるはずです。これまだちょっとカマーバンドのインストールが終わってないかもしれないんですけれども、終わったらこういうのをずっとここに書いてある1行ずつ1行ずつやってみてください。それで最後のところでこのリードカフリンクスっていうので、このカフディフの結果は準備できたので、これを読み込む形になります。これをコピー、はい、はい、終わったかな。で終わったと思うんで、ここまでやるとカフっていうこのオブジェクトに準備ができてるはずなんで、これでカフってやってリターンってやると、その中身がですねどうだったかっていうのが出てくると思います。あれ出てこないか。あ、出てきた。出てきて、ちょっと時間かかるかもしれないですけど、これ6サンプルで遺伝子が5万4000ぐらいで、アイソフォームが10万ぐらいあってとか、TSS がいくらあってっていうふうにこう読み込めてると思います。うまくいきません。あ、すいません。でここまでできたらもうあとはそのプロットするのとかはもうこの下の通りで、いろいろプロットとかできるのでやってみてください。例えばこの発現密度分布のプロットっていうのがこういう関数で CS デンシティというのでできます。例えばこれでデンスっていうのにこういうふうなおまじないを唱えてコピーすると、それで計算だけやってでデンスってやると、この発現デンシティがこうやって出ます。こっち側にこういうふうに。でそれぞれ のサンプルごとにどういう発現のデンシティの分布があったかなんですけど、横軸がこれ FPKM って言って、要するに発現の強度ですね。発現強度が右に行くほど高くてこっち行くほど低いんですけど、そういうものの分布がどういうふうになってたかっていうのがそれぞれのサンプルごとにこうやって表示されるとかっていうのがこの発現強度で、それ以外はこういうサンプル方向のデンドログラムっていうのも表示できます。これはこれでやっぱりコピーしてペーストしてやるとこんなふうに、もうこれは特にやらなくても勝手にデンドログラムがこうやって表示されて、それぞれのサンプルごと の近さが出てます。でこれちょっとこれだけやってたら面白くないのでバイオロジカルな考察もしますと、これだからアダルトで、これが時系列でどんどんどう変わっていったかと、その時系列ごとにのサンプル の近さがこんなふうに出てて、まあ大体分かる通り0 day で2 day
ていう意味にこれしてあるんですけど、そういうものがどれぐらい近かったかというのがこんなふうにもう書けるとという、まあそんなんですね。まあそういう解析がこの R の中ではできるんですね。なのでぜひこれも使ってみてください。で最後にまあこういう可視化もここで作れるんですけど、実際にはなんか発言の値が欲しいですよね。その発言の FPKM 値っていう、まあ発言値を出力するにはこの FPKM マトリックスっていうこのコマンドを使うことでできます。例えばじゃあここの例で言うと、この最後のこの2つのコマンドをやると FPKM 値が得られます。やってみましょう。これをこうやってで、もう一個の方の WriteCSV っていうので、やるとこれコンマ区切りのテキストで、FPKM.CSV というあのファイル名で出力しますと。でこれはまあR の方はこうやってそっけなく終わっちゃうんですけど、そのさっきの、ダウンロードフォルダー見に行くと Excel のマークのほらあのファイルができてます。 fpgame.csv でこれダブルクリックして Excel で開くとですね、Excel で開くとちょっと Excel が時間かかってますけど開けます。はい、どうなるかというと、FPKM っていうその発現強度で、各遺伝子の値がこんなふうに出てきます。こんなふうに。これ横はサンプルで、縦が遺伝子名ですね、のその発現の値がこうやってザーッと出ます。まあ、今はこの辺よく分かんない名前になってますけど、まあ、全部よく分かんないか。これは、遺伝子の最初計算したものの値になってて、遺伝子名っていうのはこれと何か対応表を作ってやる形になるんですけれども、まあ、こういうのがまあ発現値としてこうやって最終的に得られるというふうにまあなってます。まあ実際にはその ID のやつが何だったかとかいうふうなものを後でまあ考察するわけですけれども、まあ、そういうようなまあものになってて、今はちょっとすごい簡単な例しかやらなかったんですけれども、このカマーバンドで他に何ができるかっていう時にはこのマニュアルをまあ読んでいただくといいと思うんですけど、マニュアルの出し方はこのハテナカマーバンドってやるとマニュアルが出てきます。はい、であとはもうほぼ終わりなんで自由課題というか、マニュアルはこうやって出てくるんですけど、このマニュアルを読むのもなかなかまあ、面倒くさいかなと思うんですよね。なんでかっていうと、どういう可視化が得られるかっていうのを視覚的に探したいですよね。で視覚的に探すためのサイトっていうのが私のまあ遺伝研の同僚が作っててですね、それがこの下の R グラフィカルマニュアルってやつです。でこのリンク先なんですけど、ちょっとさっき調べたら彼ちょっと最近移ったんでこれが死んでるようです。ですのでこの R グラフィカルマニュアルっていうのでググってみてください。コピーして Google 検索してみましょう。これでそしたら出てきます。これですね、その3番目のやつ、 R グラフィカルマニュアルって書いてあるやつですね。そうするとこういうふうに出てきたと思います。これはR のいろんなまあライブラリーがあるんですけど、それを実行したときにどういう可視化が得られるかというのをそのサンプルのデータを実行して、R には必ずその1個ずつ1個ずつそのサンプルっていうのが、コードのサンプルっていうのがついてて、どういう図が得られますかっていうのが必ず書いてあるんですね。それから検索できるようになってて、例えばじゃあ今回のカマーバンドでどういうのを得られるか、可視化が得られるかっていうのは、ここでカマーバンドっていうのをサーチしてみれば得られます。ここですね。ここで、カマーバンド、まあ、小文字でもいいです。やると、こんなふうにできます。でこれはカマーバンドを実行したときにどういう解析結果が得られるかというのが、こんなふうにもう先に計算されられます。さっきやった密度マップはこれですね。それ以外にもこんな箱ひげ図が描けるとか、なんかそういうふうなことがまあ分かってですね。で例えばこれをクリックするとそれをのマニュアルがまあ読めると、そういうまあものがこの R のグラフィカル
まあ、マニュアルというものにものです。すいません、ここちょっとリンクが切れてるんですけど、はい、もう今これ実習の6やっちゃったんですけど、まあ、こういうような、まあ、やり方で、あのライブラリー名さえ知ってれば、そのどういうことができるかというのをこういう R のグラフィカルマニュアルとかでこう 知ればいいし、まあ、厭わないんであればこういうあのマニュアルを読んであのいただければ、あのどういうことができるかというのは書いてあります。ですけど、この R グラフィカルマニュアルでなんかこうあの自分の欲しい可視化を検索して、あの実際にそれをこれを計算するためにはどうやったらいいかというのをクリックして CS ボックスプロットでいいんだなとか、あとそのユーサージって書いてあって、これやり方がここに例が書いてあるので、この通りやればもう大体同じようなことができますので、あ、エグザンプルですね、このエグザンプルっていうのを実行した結果がこの R グラフィカルマニュアルのここに出てるものなんですよね。まあ、そういうのを、まあやってるマニュアルがグラフィックスのマニュアルがありますので、まあ、ぜひこれも、もっとこれを知りたいって時はやってください。で、なんでこんな言い方するかというと、どんどんこの機能は変わっていくし、それぞれの人によって必要なあの可視化っていうのは違うんですね。なんか典型的な可視化でこれでいいですかみたいなのになってたら楽なんですけど、現状いろいろありすぎてちょっとあのできないんですね。なのでこういうふうになってます。で、典型的なことだけやりたいっていうのであれば、あの R を使うので、あのあるのはこのなんかこの EGR っていうあの埼玉の方のお医者さんが作られたあの R の、使うためのまあプログラムがあるそうでして、これもちょっと最近知ったんですけど、僕もこの無料統計解析ソフト EGR っていうのの、を使っていただけるとなんかいろいろ簡単にできるそうです。GUI でできるそうです。で、なんかそれはこの辺見てこういうふうにやると、なんかこういうふうな、なんか使いやすそうなこう GUI っぽいあの、日本語になったこうあのメニューが見えているので使えるんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっと僕もこれまだ使ってないので、どうあのあと僕自身がこういう解析で使うことがないので、あまりこう有用なのかどうかが僕には分からないんですけれども、あの皆さんあの医学部の方でこういうのを使うっていう方にはすごい便利なんじゃないかなというふうに思います。はい、とまあそんな感じで、まあ、R の使い方というか NGS の使い方というか、そういうものの話を最後の方はちらっとしたんですけれども、まあそうですね、まあ実はその最後の方の、計算した時のどういうふうに扱うかという話と、一番最初の方 の計算するデータをどう探してくるかっていう話をしたんですけれども、実際のその間の部分を今回はしてません、全然。で、どうやって計算するかとかいう RNSEC のデータをどう処理して、ファスト Q のデータをそのカマーバンドの形まで持っていくかというのは、実は来月に遺伝研の方で中上級向けのアジャックス、これですね、を講習会をやる予定にしてます。で、そこで実は講習は やるんで、もしそれやりたいって人は遺伝研までぜひお越しください。あまり席数がないですけど、どうしてもやりたいという方は来ていただけるといいと思うんですけど、この DBCLS のウェブサイトに、その詳細がここに書いてあります。統合データベース講習会アジャックスアドバンスと三島に開催のお知らせっていうので、ここに書いてあって、今言ってたその、カフリンクスの結果はですね、この2日目のこれが終わるとできるはずなんですけど、それをまあやるっていう解析を、解析じゃない、講習会を、来月やります。来月の今頃やります。で、まあそれもこういうこの本にの RNSEC の部分にのっとってやろうと思ってるんですけれども、まあ、それぐらい結構この講習会じゃちょっとできないんですね。なんでできないかというと、まず皆さん使ってるパソコンが Windows で、 Windows からこのコマンドラインをこう動かすとか言うとちょっと大変だし、僕自身やりたくないので、やはり大変なんですね。教えるのも大変だし、やる方も大変なんで、やりません。で、ユニックスの環境でやった方がいいと思うので、まあ、ユニックスの環境が簡単に手に入る Mac を使って MacOS 10でこういうことをやっていこうかなというふうにやる予定でおります。ですので、まあ、こういう講習会とか、まあ、他に周りに計算してくれる人がいるんだったら、その人に
ですね、計算してもらって、その結果を今やったみたいな感じで R でこう解析するってことができればよくて、その前の部分は本当はまあやってくれる人がいたらやらなくていい方がいいと思うんですけれども、まあどうしても自分でやらざるを得ないっていう場合は、こういう講習会とかを参考に、もしくはこの本とかを参考にやっていただけるといいなというふうに思います。で、私あともうちょっと最後までおりますので、まだ質問があるとか、これどうだったんだとかいうふうなことがあったら質問してください。質問しに来てください。すいません、ちょっともう時間がオーバーしちゃったんで終わろうと思いますので、3時間本当長きにわたりお疲れ様でした。これで終わりにしたいと思います。